はい、どうも、シャキトウでございます。こんばんは。はい、ということで、今日は、待ちに待ったじゃねえよな。ほんとびっくりしたわ、こんなガチャが来ると思わなかったから。なんと、田中マルクス・トゥーリオン。今隣にマスチルが好きな酒井宏樹選手のエピックガチャでございます。エピックっていうのが、まあ、それこそその選手が一番活躍した時期とか、まあ、だから酒井宏樹選手なんてもうあれですよ、もう本当に若い時の、本当にまだ今もう30いくつですけれども、そう、本当20代前半の時かな、確か。これ多分見れると思うんだけど、それは21歳の時です。はい。で、まあ、僕の大好きな田中マルクス・トゥーリオンね、もう2006年にレッズの時にいて、もう本当最終的に、まあ、引退する時はまた別のチームだったんだけど、そうそうそう、日本代表にもなっていた。もう引退してます、はい、引退して今の日本代表に対して、あいつは下手だ、あいつは上手いっていうのを YouTube で上げてます。ブラジルにいます。もともとブラジルの方なんで、そうで、帰化っていう日本国籍を取って日本代表になった選手です。はい、闘将です。もう名前からも戦う意志がすごいです。トゥーリオ、本名です。はい、トゥーリオがブラジルでの名前で、まあ名字とマルクス・トゥーリオかな、調べると出てくると思うけど、じゃあ行きましょう。ちょっとはい、今見る限り見てもらうと、右上にねボックスドロー、まあ、この箱の中に100人選手がいますと、その中に2人、100分の2の確率です。はい、引きますか、引いてくれますか。引く人あ、もう引く要因です。僕はもう引きません。はい、引く人で呼ばれてます。お願いします。何人ボタン、×ボタン押して上選んで、これこれでもう900コイン使いますからね。行くよ。行きます。お願いします。はい、あーリモさんいらっしゃい。今日はねちょっとガチャだけねちょっとね引いてもらおうと思って。はい、はい、世界のリーモーさん、世界のリーモー、世界の、そうです、世界来てちゃったんで。すごい興奮してる。世界の方来たらもう大丈夫、はい、大丈夫、お願いします。行くよ。お願いします。もうここで分かる、分かる。あー、ここのライトが黄色と緑だと OK です、当たりです。どっちかが来ます。うん、あ、でも一応ハイライトは出たのかな、ハイライト選手。一応その酒井宏樹選手と、トゥーリオ以外の選手で、まあ、ちょっと強くなってる人もいるので、それが今当たった感じだね。そう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 。うん。大迫圭介です。昨日ね日本代表戦があったんだけど、ゴールキーパーで選出されてました。はい、現役でございます。はい。これ1回だけなのあれは？あ、そう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 。あ、そうなんだ。そう、だから1回で2人当たる可能性もあるから、うーん、そう、いいですよ、続けて、続けるで10人。酒井宏樹を、なんで酒井選手好きなの。顔が好き。面白いからでしょ。うんって言っちゃう。すいません、すいません。ぶったたかれるわ。なんか途切れ途切れになる。あ、マジで？なんかね、YouTube 調子悪い見て。お、あれですね、ヴィッセル神戸ですね。ヴィッセル神戸。大崎レオ。
そう、なんか調子悪いんだよね。ちょっと一瞬待ってね。はい。どうだい？これでどうだろう？これで今戻ってきたんだけれども、どうでしょう？音声がってこと？いや、多分映像が、ここが結構くるくるなってんだよ。今つなぎ直したけど、ほらまた大丈夫？一旦大丈夫かな？ありがとうございます。オッケー、じゃあ続けるで。まだ酒井宏樹選手は引けてません。はい、30連目お願いします。そろそろ来い、黄色と緑来たよ。ここが黄色と緑になるの？そう、あそこのライトが黄色と緑になります。かっこいい音楽流れてるから。このタイプ。普通にハメる。クラブだ。クラブ。結構クラブ、はい。クラブミュージック流れてます。はい、黒川健介。さあ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 。まあまだ来てないですね。まだ来てないです。はい。続ける。まあこんなもんはね、序の口だと思ってるんで、はい、多分ね次来ると思う。俺は酒井宏樹つって、一回見てあげて、一回見てあげて一回見てあげて、はい、三角押してみ、三角、三角、うちに来て、おおなんか顔が、そう、ちょっと一重なんだよね多分この時。ちょっと違うんだ、今とは違う。はい、うちに来てね、おいでうちに来てお願いします。あ、来た。あもう分かるの、ここで周りの色、何色？あ、これ白なのか。そうメロンパンさんが、メロンパンさんがトゥーリオの動画、あ、ほんと。あ、でもすごい、僕が好きな選手ですよ。背番号77番キャスパー・ユンカーです。あ、ユンカーって言ったね。そう、浦和レッズにいまして、今名古屋にいます。あ、はい、例の選手ですはい、あ、トーマス・デンもいるね、教えたもん、うん、はい、50連目もうこんなん、もう覚悟しております、私はいいね、もうこれで来るから大丈夫。お、いいリアクションいいリアクション、黄色と緑ってこういうこと？そう、どっちかってこと？どっちか、来ます。酒井宏樹、酒井宏樹、黄色ということは酒井宏樹やったー、ほら来たじゃん、ほら来たじゃんね、曲も違うでしょ、うん、かっこいいんだよ。おお、ちょっとこれちょっとゴリラやめて来たじゃん、いいってこと？うん、いいです、今のは神引きです、今のは神引きでございます。はい、わ、来たじゃん、素晴らしい、いけない人もいるの、これ。まあ一応、まあ10ね、まあ100ボックスドロー100あるんで、うん、それ全部引けばまあ当たる人も100回ってこと、うん、いるけど、まあとりあえず50連で当たったっていう感じですね。お、はい、ただ僕もう一人欲しいんですよ。あ、はい、わかりますか、彼です、トゥーリオです、トゥーリオです。え、そのこの50連ででも絶対出るってことじゃん？出ます、出るけど早めに引けるかどうかってのは分からんから、まあ底引きするか、はい、なんだ、底引きじゃったのか、うん、でも底引きしたくないじゃん、できれば早っパッて当ててください。なんだなんかすごい喜んじゃったいや、めっちゃいいじゃん、めっちゃいいよ、50連で引けてんのはは、い、ハイライト選手ですね、星4。お、27番中島、うん、すっごい丸刈りめっちゃ丸刈りやね、あれか、若いやつだ、若いやつ、すっげえやる気なさそうなんなんこの写真のチョイス
この写真のチョイス何？いや絶妙な写真ね。はい、続ける。あ、またぐるぐるしてる。しかもいいところで止まってるよね。どうした YouTube？ YouTube が悪い。うん。あ、戻った。うん、あ、またぐるぐるなってる。何 YouTube、 どうした YouTube。 これ多分直んないな、こっちがなんかしてもな。今ちょっと下げたけど、まあまあまあ行きましょう。はい、あと40連のうちに当てられるのかどうかという話でございます。当たるんでしょう。だって当たりますよ。いや早めに引いてほしいのそこは、うん、はい、これちなみに×ボタンを押すとスキップできます。はい4射なしでスキップです。菊池、なんていうの、ルホ龍穂かな。龍穂、中国、中国の、ね、三国志に出てきそうな名前や、ね、残り30連引いて頼む。まあ来たらでしょ。ハイライトですはい、これ底引きあります。多分そういうこと言ったら底引きなっちゃうあと20連はい、これできたら。あ、来ましたね10連は待った。ありがとうございます。いいね、かっこいい。いや素晴らしい、もう超嬉しいわ。このちゃんと今の、そう、今のユニフォームを着てるトゥーリオ、いや素晴らしいな。いやかっこよ。おー、めっちゃ嬉しいわこれ。めっちゃ嬉しいわ。ありがとうございます。これでまあ揃いましたな。で、うん、ただこれ今回ね、あの、まあ、この J リーグガチャも引いてもらったんだけど、うん、あと2つちょっと来てるガチャがあるんですよ、うん、引いてほしいのがいるんです、うん、それは本当にもう3回しか引けなくて、うん、もう11人いる中の3回しか引けない。でその中の11人いるじゃん、うん、そのうちの3人しかもらえないよ。え、そう、え、3回しか引いちゃダメってこと？そう、もう制限あり。え、そんなことある？あります。金でどうこうって言われじゃないのよ。そう、この中の、ひどい、この選手だね。この選手で僕欲しいのはこのね、オリビエ・ジルーっていう選手なんですよ。オリビエ・ジルー、はい、あ、ごめん、ね、そう、あとこのキングスレイ・コマン。キングスレイ・コマン、名前かっこよくない？いや、言いにくい。キングスレイだ。キングスレイ、はい、まだ、まあ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 、まあ、ちょっとこの選手とか面白いかな、うん、オーバメヤングね。オーバメヤング、はい。スカイさん、お疲れ様です。トゥーリオと酒井宏樹を迎え入れました。引いてもらいました。お疲れ様です。はい、この選手ちょっと見ててなんか不思議なところない？ボール持ってんだ。ボール持ってる。キーパーってことなんだけど、うん、もうチル結構もうサッカー俺がさちょこちょこ教えてるじゃん、うん、このポジションがね、ほら、うん、CF？ うん、CF センターフォロワーフォレー、センターフォレー、センターフォレフォーメーション、違う、センターフォーメーションじゃないセンターまあまあフォーメーションなんだけど、うん、フォーメーションの一番前にいる選手なんで、うんうん、フォワードなんだよ。ファースト、センターファースト、センターファーストじゃないセンターフォワード、フォワード、フォワードってさ、あー、キーパーじゃないじゃん、うん、面白い写真じゃないこれ。あー、確かに。センターフォワードなのにゴールキーパーの格好をしてるんですよ、うん、これあのある試合、両党なんだ。あ、違うの、ある試合で、うん、あるキーパーが退場しちゃったの、うん、でもう交代できません。交代1試合で3人しかできないんだけど、うん、もうその3人も交代しちゃいました、うん、で1人キーパーが退場しちゃいました、うん、ってことは、
前にいる10人で誰かしらがキーパーをやらないとゴールキーパーいない状態なの。そうだよね。その時にこのセンターフォワードのオリビエ・ジルー193センチある選手が、じゃあ俺キーパーやるぜっつってキーパーやって、めっちゃ活躍したの。すごいね。っていう記念ですもんこれ。あ、いいやつじゃん。そう、もうこんな写真多分ね、うん、今後出てこないから、うーん、この選手一番に欲しいです、うん、はい、なのでこの11分の3を引いていただきたい、はい、100円で引けんだこれは。そう、お、ね、週刊 FP の説明が優しいのと当たらないのひどいという優しい彼女いつも狙いの選手当たりの、そうに、そうなの、いつも狙いの選手は当たらないんだよ、うん、あ、そうなの。そう、だからもう物欲センサーなのか、例えばこの選手欲しいって思ってても3回しか引けないじゃん、うん、それで引けない人がいっぱいいるわけよ。あ、そうか、そう、そうだ、かわいそうだね。かわいそうなんですよ。いいじゃんねいいじゃんねみんなどんね強い選手使いたいよね。そうそうそう、じゃあ行きましょう、お願いします。3回です。いい、はい、いいよ、はい、うーん、お願いします。オリビエ・ジルー、ね、オリビエ・ジルーです。はい、オリビエ・ジルー調整したなちなみにイタリアのリーグです。はい、イタリアのリーグ。何色？ここは普通、もうそのまま全部白。イタリアのリーグ。ああ、今のは、今のはリーグアンですね。フランスの。うん、お、でも、ちょっと僕が気になってるって言ってた選手。もう忘れたそうです。はい、おさらいすると、はい。あ、オメバヤング。オーバメヤング。オメバヤングです。じゃあもう、じゃあもうオメバヤングだ。もう文字も読めねえ。まだ出てなかったもん。出てた？出てたよ。出た。オーバメヤングね。オメバヤングで。オメバヤングでいきましょう。言いやすい。はい。言いやすい、そっちの方が。はい、あと2回です。お願いします。オリビエだよね。オリビエです。それは覚えてんだな、ちゃんとな。オリビエは覚えやすい。イタリアのマークが出るんで。イタリアのマーク、はい、イタリアのマークがまず出ます。イタリアマーク。お、来た、イタリアマーク来るか。何色？黒と赤。黒じゃないよ。あー、青です。こうね、むっそ。キーパー、ゴールキーパーですね。めっちゃ強そうじゃん。確かにめっちゃ強そうやな。名前も強そうや。グレゴリオで。グレゴリオ。グレゴリオかっこいい。グレゴリオです。はい。カードでも黒と赤。うん、そうだね。うん、本当のユニフォームはあの色なのかもしれないね。さあ、うん、お願いします。最後の1回。いないね、その中には。その中にはいないね。このすべて見るだね。そうです。でこれオリビエジ。うちに来てやる、はい、ちゃんと、そう、このユニフォームです。あー、はい、これ見てからのがいいね、うん、黒と赤、黒と赤ね、はい、欲しいです。うちに来るんだよ、93。何が93か分かんない。1993年生まれ。違います、全然違います。もう30オーバーですさあお願いします。いや欲しいよ。うちに来い、オリビエジルあ、頼む。イタリアのマーク、イタリアのマーク、きっと同じマーク、うん、何もなし。どういうこと？っていうことは、僕が欲しかったもう一人の選手でございます。あ、よかった、はい、よかった。キングスレイコマンですね。あ、よかった、はい、何もなしの人いるの？そう、キングスレイコマンはドイツのリーグに所属してるんだけど、コナミがドイツのリーグ搭載されてないから、あ、搭載はされてるのか、うん、されてるんだけど、ここの中では表記がされないんだよね。だからそれはもうコナミさんに聞いてください。あ、なるほどね、はい、2列目からの飛び出し、はい、うん、コマンはほら2列目当たりだよって、ほら、あ、当たりよかった、うん、素晴らしい、ありがとうございます。素晴らしい、いいの弾けた、いいの弾けました、はい。あ、でも言ってほしいの取れなかった。まあまあ、それはもうしゃあない、しゃあないです。さて、もう一個あります、もう一個あります、うん、これです、はい、
俺ですね、はい、いいよ個人的に欲しいのどれ、 なんとなくそれポーズやろ絶対ペドロね、名前がいい、うん、ペドロ、うん、あこれもいいな、ブルマ俺はね欲しいのはこれでしょ、あそれじゃないんだよな、これ違う、これそれ、それちょっとあの押してみてください、はい、僕が欲しい理由がそこにあります、守備的サイドバック、まあそれもそうなんだけど、いろいろと情報見てて、見てみ、入荷する、入荷する、まあそれもまあ古豪ですね、スピード、違います、フィジカルコンタクト、違います、スタミナ、違います、いいですか言って、身長だ、はい2メートルです、やば2メートルありそうだね、はい、2メートル、しかも この人同い年です、え31歳、強そう、そうちょっと強いんだよ、左サイドバック、まああとは、まあ、今回のガチャで当たりって言われてるのは、まあ、このビニシウスジュニオールかな、うん、そうほら、うん、通常のバーンの方は通常も強いんだ、なるほどね、そうコマンは2列目だから当たり、おなるほど、まあ、このビニシウスジュニオール、そう、また言いづらいね、言ってみ、ビニシウスジュニオール、オッケーオッケー、ギリ言えてる、うん、うん、耐えてる耐えてるさあじゃあこの人が一番で、そうだね、ダニエルさんが一番で、でペドロが欲しいんでしょ、ペドロ見たいでしょ、ポーズがいい、ポーズがいいね、あとはビニシウスジュニオールでしょ、ビニシウスさん、まあでも割とね、うん、まあ、ここの2人もいいね、ニコロー・バレッラと、みんないい感じ、そうだね、うん、割と、まあ、ここら辺、あそうだな、ちょっとあとキーパーはもういらないかな、うん、キーパーはちょっと強い選手いるのでもね、うんうん、キーパー当たったらちょっと怒ります、かわいそうやないね、引かせといて怒られるっていうね、そうね、お願いします、ビニシウス、ビニシウス、あ、ちょっと YouTube 落ち着いてきた、そして助かった、行きましょう、引いてください、何マーク、何のマークだ、いいの忘れた、あ、イタリア、キーパーはないかな、ニコロ・バレッラかな、うん、ニコロ・バレッラです、すっごい可愛い顔してる左下にいた、うん、強いですよ、総合値95ですし、オッケーオッケー、うん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 、さあお願いします、どこにいた人、ここにいた人、あー全然気にしなかった人頼むよ、ダニエルさん頼むよ、ダニエルね、ダニエル、あバレッラマジで強い、ほらバレッラ、今のニコロバレッラ、お願いします、ねライオンみたいな、あ、違うわ、あ、待って、あどっちだ、おあー、うん、全くノーマークの選手です全くと言ってノーマークの選手でございます、いたか、この人、やりました、スベルディア、はい、まあ、じゃないじゃない、だからもうね、うん、優しくないね、もうさっきも言ってたよね、そう、欲しい狙いの選手が必ず当たるとは限らないんですよ、ね、うん、ビニシウスジュニオール、うちに来い、はい、うちに来なうちに行けるよ、トモコ来た、来た、お来たみたいです、来た、ね、お願いいたします、ライオンのマーク、はい、ライオンがこうやってるマーク、トーマス・ミュラーかな、ノーマークですでもいい選手、でもいい選手、うん、ね、ガチャ悔しいでしょこれ、そう絶対に当たるわけじゃないからね、しか引けない、ひどいね、そうなんですよ、はい、おしまい、おしまいでございます、ミラーはオフェ戦やばい、あそうなんだ、いいんだ、まあ割といいのかな、なんか引きたいのあるここら辺はあれだけど、あのもう選ぶやつだからあれなんだけど、まあここら辺
引いた方がいいのはあるのかな。じゃあ、うん、ちょっともう今、まあ、3700コインあるんですよ、うんうん、でちょっと前にまあもう残り1日って書いてあるこのガチャがあるんですけど、うん、これこそ今150分の3なんですよ。え？はい、150分の3です、うん、30連だけしましょう。あ、30連、うんうん、30連して、うん、引けるか、引けるか、いや引けたらマジですごい。いくよ。はいはいはい。一回見とく。選手見とく。あ、確かに選手見とく、はい、ここの3人だね。ジーコ、うん、監督の人。お、よく知ってるやん。あ、なんか聞いたことある。ジーコです。そう、ジンコ監督。うーん、ジーコ監督の、まあ、選手の時の、まあ、あれやね、うん、エピックガチャで、この下パベルネドベド、これがめちゃくちゃ強い。なになに、ちょっと、あの、なんか、なに、パベルネドベド。パベルネドベドで笑う人初めて見たけど俺。ネドベド、ネドベド、ネドベドさん、はい、パベルネドベドです。すごいよく言えるね。言える、言える。え、じゃあ、これはこれグアルディオラ。あ、じゃあグアルディオラ、グアルディオラ、グアルディオラです。これはね、はい、このあれ、何名様だっけ。今回のそのエピックっていうのは、そう、3人で、ここのやつらが、うん、あのライトでいう紫と青の、あ、そう、選手たちだね。そうそうそう、こっちにもいるね、ちょっとだけ。そう、マークはどこに書いてんの。ライオンのマークとか。ね、それはね、ここ開いてもらって普通に、うん、押してみて、押すと、あ、ここら辺はね、もうライトの色だから出なくて、うん、で丸ボタン押して、ね、あ、ナショナルか。あ、そうだね、これ代表のユニだから、うん、そこはないかな、多分マークが出ない。そうそうそう、そう、でもまあライトで判断だな。ネドベドね、うん、ジエリニスキもあたり OK、 了解。ネドベドね、パベルネドベド、ネドベドさんと、うん、まあジーコも、ジーコも、ジエリニスキがね、これかな、うん、強いみたいです。はい、マジでこれ分かんないな。30連やで、30連。ネドベド来たらすげえ、マジで。あ、そっか、黄色と緑か。ネドベドじゃない、わかんないね、マークがないから。色違くない。来た来た来た、ちょっと待って、手めっちゃ震えてんだけど。でも赤いじゃなかったよね。やば、ちょっと待てよ。いや、ありがとう。奇跡を見た今。え、やっぱやっぱ、ちょっと待って。やっぱ、え、やっぱ、やっぱ、まあ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 、もうこれかも、もう、いや、もうそこがすごすぎて、あ、びっくりした今。ぶっ壊れだよ。ぶっ壊れです。はい、ネドベド、よかったね。あ、めっちゃ嬉しい、びっくりした。まだ引く、うん、もうあと20連引いてください。もうなんか全部引けそうな気してきた。最高じゃん。ああ、音がね、音が欲しい、音がちょっと、そう、もうこれ白だから、もう通常選手だね、うん、あ、今のがライオンのです。あ、すごい引きですね、びっくりした。ジャメイさんいらっしゃい。あ、びっくりした、心臓飛び出っかと思った、マジで。しかもピンポイントで引く、だから、うん、だって150分の3を引いたところで、そっからまた3分の1なのよ。あ、確かに、150分の1ってこと。そう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 、すっげーピンポイントで10連で引いたぞ、おい。びっくりした。確かに、そこ引きするつもりなかったらね。そうそうそう、早めに手に入った方がそれはいいからね、うん、じゃあ最後お願いします。はい、あとまあジーコかな。ジーコ、うん、ジーコがいたらいいなって感じだけど、あとジェリニスキね。ジェリニスキ、ああ。
白やったね。いやもういやもういいね、全然いいのよ。もう寝どべど引けてんだもんだって。やべえ、もうすっげえ汗かいた。やば、あーびっくりした。はい、ビロレンゾ目緑。いやありがとうございました。すげえびっくりした。マジでびっくりしたよ。すごいんだ、みんなパーって言ってそう、最初に出てくれるなんて優しい彼女さんですね、理想だって言ってる。あー、ありがとうございます。声きったねえけど。そんなことはない。ガチャ引きをちょっとしてもらうためにね、はい、ちょっと来てもらいました。ありがとうございました。終わり、はい、終わりです。いや、はい、1000円引こうとすな。1000円あるじゃんじゃねえ、やめろ、やめとけ。いや、ありがとうございました。おめでとうございます。いや、ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいわ。そう、そうなんだよ。そもそも寝どべどを一発で弾けるかどうかなんだよ。そのさっき言ったその150分の1だから、うんうん、さっきのすっげえかっこいいうわーってなっても、うん、この別のね、ジーコとグアルディオラの可能性ありますから、うん、いやー、ありがとう、おめでとうございます。いや、嬉しいわ。めっちゃ強いみたいなんで、ちょっと使うの。はい、もちろんです、もちろん使います。ちょっとあれを上げてからね、レベルを上げてから使いたいと思います。いやー、いやー疲れた。ちょっと疲れちゃってるよ今ので。今ので、あ、もうすっごいいっぱいいるけど、俺のドベッドすんげえもう髪ファッサーなってっかんね。髪ファッサーですよ。通常エイズ、あ、そう、ほんと、ちょっと見よう。こんなに接種やるんだよ、だってん。こんばん、バレラ。あ、なるほどね。あ、ミュラー D なんだ、ライブアップで。まずトゥーリオですよ。まずトゥーリオですから。いい笑顔。いい笑顔です、トゥーリオ。そして、そして、そして、はい。いや、もうこの2人はね、まず絶対入れなきゃいけないっていうね、僕の中の使命があったんで。いいんです。なんかそのね、他の選手より強くないとかそういうことじゃないんです。もう好きな選手を入れる。そうでしょ。めっちゃいい笑顔だよ、トゥーリオ。酒井選手ね。いや、素晴らしいな。確かに、せっかくね、自分の好きな選手でチーム作れるんだから、ね、うん、そう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 、好きな人入れた方がいい、入れた方がいいです、それは。あ、キングスレイコマンは完全にサイドなんだね。ちょっとフォーメーション変えないとかな。いやー、あー、すごい、もう血圧上がった気がする。すっげー頭痛い、もう今立ち上がってたもん。うん。いやー、びっくりした。コマンスーパーサブあるね。そうだね、スーパーサブあるね。うん、スーパーサブあります。まあ、そしたらアラスカエタ、アラスカエタ、やれやれや、うーん、ムバッペ、アラスカエタ好きなんだよな。うん、このトゥーリオさんはヘボとかは言わないと思う。そう。そこのトゥーリオが一回 YouTube でね、うん、日本代表の試合があった後に、うん、あの、今回選出されたその、まあ、3人の選手がいて、この3人の選手はヘボだっつってめっちゃ話題になって日本代表選ばれてるけど、元日本代表がヘボって言うっていう。本当にヘボだったの？いや、今現在もちゃんとその日本代表に選出されてるから、まあ実際はヘボではないんだけど、もちろんね。どうしちゃったんだろう。そう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 、試合後全くヘボじゃなかった。めっちゃ結果残してる。外れてるやない。そう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 。そしたらどうしようかな。
ね、その後の手のひら返しね、あったね。あ、結局ヘボじゃなくて、ね、そう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 、まあ、人間ですから、人間ですからね、うんうん、寝戸ベド、どこで使うのが正解だろう。ここかな、それかこうか。どこで使おう。でもまあサイドハーフ使いたい、使わないと今のフォーム活かせないから、思いっきり開くのもちょっと違うよな。どうしようかな、どうしようかな。コマンが使えない。コマンが、コマントップ下とかだと86まで下がるんだけど、それはちょっと良くないな。コマン、うーん、どうしようかな。まあだとしたらもうサブ戦術とかで、こう、こう行かせるしかない。4-2-1-3にするか。サブ戦術で4-2-1-3にするか。で、あ、ベリンガムはそのままで、でここウイング起用って感じやな。うん、そうしよう。ヌドベド ST できたらちょっと楽しかったんだけどな。オッケー。まあそれか試合中変えるでもいいか。両ウィング張らせる。適性薄いか。うん、どうしよっかな。フォーメーション困っちゃうな。まあまあ一旦、うん、難しいね。ベリンガムは IST もできない。コマン入れるなら、442か。そうだな。で、サイド開かしてだよね。みんなすごいね。みんなすごい？うん、みんないっぱい知っててすごいね。みんないっぱい知っててすごいか。うん、らしいです、皆さん。すごいね。すごいみたいです。私たちすごいみたいです、なんか。うん。ここギリギリ。オッケー。でも B2B、そうだね。これでいこうか。これでいこう。で、これサブ戦術で使って、途中で変えると。うん。あ、面白い。さあ、レベル上げよう。レベルトレーニング。OK、 まずネドベド、はい、ネドベドはい、草加さんのレベルを上げろというあの圧が右側から感じられますあ、ベリンガムはそうだね、前の習慣の方がそうだね、よかったよね、引きたかったんだよな、あれ。で、トゥーリオね、いい笑顔。そしてさがひろき選手です。あ、33レベルまで上がるんだ。 OK ずっと隣でニヤニヤしよう。ずっとちょっと黄色似合わない。やっぱもう赤のイメージ強いでしょ。赤似合ってる、うん、そうなんですよ。ちょっと似合わない、ね、
そう、酒井さん明日出れないんです、ルヴァンカップね。また肘か。また肘じゃない。肘じゃない。あれでしょ、多分 なんだっけあれ、いや怪我ではないんだけど、あれよね、あれ怪我だっけ、あ違うよな、怪我ではないと思う。ツイッターで検索する。はい、うん、さあ、レッドだ、そう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 、レッド出たんだ、退場しちゃったの。そう、え、退場したら次の試合も出れない。出れないです、累積というか、あの、そうです、出れないです、自責も、自説も。え、ひどい、ひどい。ちょっとパス強く、パスちょっと上げて、え、これ待って、マックスでどこまで上がるんだ。あ、94か。あ、じゃあ今のでいいや。ボディコンだけ上げて、あとは、あれ待って、アジリティなんだっけ、ブーストなんだっけ、ブーストなんだっけ、スピードと瞬発とボディコントロール、スタミナか。なるほど、スピード瞬発ボディコントロールね、オッケってことは、瞬発はこうして、スタミナも上がる、どうしようかな、パス能力上げたいんだよな、クロスね、攻撃的だからクロスショット良くないと。ジムスタでプラス、あ、そっか、なるほど、あぶね、間違えた、ちょっと待ってね、チームスタイルは今ロングカウンターでしょ、86、いや、どう上げるのが正解かな。あ、そうだ、そういや、そうだそうだ、そうだったそうだった、あ、選択不可になってる、酒井宏樹選手。なんでフォーメーション入れてるからか。もう食べさせてしまおうと思って。現浦和のスカットにいる酒井宏樹選手、今の酒井宏樹選手、これね、うん、これを一旦外して、こうします。そうしたらここで食べさせられるはず。食べさせられない。え、なんで？なんでだ？なんで選択不可なんだろう？これなんで？スキルがないからか？そういうことなんかな？あ、違う、もう無理やん。もう上げてんだもん、レベル。そっか、レベルトレーニング完了してるから無理なのか。なるほど。うわぁ、さっきやりゃよかった。失敗した。あー、そういうことか。追加スキルもしてないし、レベル上げきっちゃったからか。やらかしたな。まあいいわ。浦和の。浦和の酒井さんは取っとこう。どうしよっかな。もう一回お任せでいくか。これで、これでいこう。一旦 OK、 98。
強っ強っマジか、スタミナ99、強っピンポイントクロスついてるわ、ちゃんと。トゥーリオ一旦お任せ。いや、え、ディフェンスセンスえぐくない ?98 点やば。スタミナは別に。いや。どうしようかな。ちょっとヘディング90ぐらいまで上げたいんだけど。OK。いや、待てる。トゥーリオブーストは、決定力、ヘディング、ジャンプ、フィジコンが2上昇。あ、だとしたら88で止めりゃいいか。いや、リアル。エアバトルいく。そうだよね。そうだよね。それはすごい思う。でもこれで90いくんだね。なるほど。どうしようかな。ディフェンス戦でもスピードがちょっと、まあスピード、まあしゃあないか。いやもう、いや、キュクブリありだと思うんだよね、マジで。ぶっちゃけ。そうなるとあれだから、さすがに。さすがにだから、もうで、まあ、一旦行こう、これで一旦行こう。それでも98だぞ、強いな。で、ネドベド、ネドベドはもう、ちょっと待って、ネドベドが何、スピード、瞬発、ボディコントロール、スタミナか。あー、なるほど。パス、ボールコントロール、ま、パスちょい下げて、でもうスタミナ100にするわはい、ここでいいや。ちょっと待って、マックスなんだっけ、マックス98かってなると、ちょっと待ってよ、なんか難しいんだね。難しいです。これで101か。オフェ戦ってそんないらないよな。ちょっと待って、早く使ってるとこを見たい。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。ここが重要なんで、マジで。はい。いや。あと一度こ。あと一度こに入れる。まあ、これでいくか。おー、つえ、102。俺も大概になってきたな。いや、トゥーリオと酒井宏樹がいる。やばい。わー、超嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいな。でも、トゥーリオをコーナーの時に上がってもらって、酒井宏樹も上がってもらったと。あ、でも競り合いはさすがに弱いのか。なるほどね。そう、本当に育成はマジで大事。マジで分からんからな、正解が。
カイル・ウォーカー、もうマジカイル・ウォーカーがさ足速いんだけどさ、ほんとにクロスが下手で何回イライラしたことか。なのでクビですなのでクビです。あ、バレルラ入れよう、せっかく当たった。ズベルディア、スベルディア、スベルディアは、あ、身長181か、低いな。うん、身長がちょっとあれなんで、このガルナチョって強いのかな、名前かわいいんだよなガルナチョ、ガルナチョ、うーん、ちょっと待ってペヤングの人はなんだっけ、ペヤング、ペヤングのオーバメヤング、あ、そうそう、ペヤングの人ペヤングの人って何やの、当たってないんだっけ、結局当たってない、当たってない、うん、あ、ペヤングの人、うん、ペヤングの人当たったよ、当たった、ペヤングの人はもうベンチにいるよ、ほら、あ、はい、さあ行こう、さあ行こう、デビュー戦だ、酒井宏樹デビュー戦ですトゥーリオもいますけど、そう先ほどオーバメヤングが上がった、当たった時に、うん、なんて言ったんでしたっけ、オメバヤング、オメバヤングなオメバヤングだよ、オメバヤング、うん、オメなんでそうなってしまったんだろうな、おめ多分言ったことない言葉だからね、オーバメヤング言いやすいあれになってたの、頭の中で、いや本当、いやでもすごいわ、でもちょっと一番の感動がネドメドをあんなうーん、よかったよ、いやすごい、お、なんかすごい天上天下唯我独尊、ええー、じゃない、すごい、すごくない、チルの、うん、なんだっけ、好きな座右の銘でしょ、座右の銘天上天下唯我独尊でしょ、え、すごい、でもこれ天上の上違うけどな、あ、ほんとだそっちの天上じゃないんだよ急にすごい、そんなことある、すごくない、いや、まあすごいな、チルの座右の銘、座右の銘が天上天下唯我独尊、あと何個もいくぐらいできる、確かにどの位置で使うかでタレントデザインは変わるね、そうだね、確かにそうやな、お、レアオン調子はいいやん、あ、どうしようかな、そしたらこうして、こうしよう、ちょ、でも待って、オバメ使いたいいいね、うわ、いい、酒井宏樹が、酒井宏樹いいね。やば、酒井宏樹とトゥーリオいいのすごいいいわ。え、めっちゃ嬉しいんだけどこれ。これモチベめっちゃ上がるって。大事だよね。うん。釈迦とマッチング？釈迦じゃない今の。天上天下唯我独尊は釈迦じゃない。釈迦さん。釈迦さん、そっちの釈迦さんじゃない、そう、あのホストの方の釈迦さん、あの釈迦ディースの方の釈迦よし、じゃあトゥーリオ、トゥーリオ、あ、トゥーリオ、ピッチとスタンドの距離が近く、あ、坂井宏樹、走る、走る坂井宏樹、重圧を感じざるを得ないでしょう、あ、パスが下手やばい、逆こちらの一戦をお楽しみいただきます、あ、やばい、ちょっと待ってライブルと2トップの方がいいか、やったわ、はい、点を取られております、いや、いきなりですよ、多分この方ちょっと上手いです、得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね、得意なカウンターが決まりましたよね、おおめばヤングが、ね、見事な展開でしたよね、レオンの方が良かったかな、ツートップ、何何何ですか、何今、まあ、今の何、時飛ばし何今、
ありますからね、はい、ましてやこのゲームは強豪同士のマッチなので何が起こるかわからないですからね、やられた方も目が覚めるいい一発になったんじゃないでしょうかね。いや、うまいな。ベリンガム。 OK、 いいプレッシャーです。いいボール入りますよ。ここでネドベド、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 ネイマール。来た、浅井宏樹、浅井宏樹 VS ネイマール、 OK。 あー、いいパス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 、いやー、おめば。坂井宏樹、ネイマールはちょっと因縁だな。あ、やべ、久保マッチアップのシーン、オーケー、サイドへの展開でしたがこれは合いません。配信が止まってる今なんか、あー止まってる、なんでだ、なんでだ、始まった、あー、また止まってる、なんだ、スペースに出す、脱出がもう、メッシ、多分ね、これ YouTube 側なんだよな。俺さっき設定変えたからな。 OK、 ナイス、坂井素晴らしい、いいパス、今いい感じ、 OK、 ここだろ、ルーパスを狙う、どうだ、この位置でボールを受けます、自分で行く、フリーだ、やべ、さあ左サイドへ、もうこれいいですよ、来るぞ。そう、クラブワールドカップね。そう。さあ、ファーストハーフ、トゥリオどこ？浦和レッズ。ここか。オバメ。ネイマール。オッケー。ここは繋がりません。いいよ。この位置で受ける。いやーマジっけ。いや、うまそれ。そのパスはうまい。アルナスルカウンターを仕掛けます。ナイス。チャレンジしたところ、これはファールではありません。ネドベド、サラ、サラ、いやー来た、坂井宏樹、ここでマッチアップ、この辺の駆け引きは絶対にそこは負けちゃいけない。ナイス、いや振り切りたいところですけどもね。さあ右へ預けて、うわ、いいパス、いやそこじゃねえんだけど、うわ、坂井宏樹からの、うわ、吹っ飛ばされたよ坂井宏樹、うまっ、これ仕掛けるか、いやそこじゃない、うーん、 OK、 浦和ボール頑張ってるよ坂井選手。浦和は2本目のコーナーキック、うわっ、あーオーバーヘッドを狙ってきました、アクロバティックに狙ってきました、また途切れるね、あ、また落ち着いてきたかな、花屋さんの反応を見て冷静に、確かにイーフトの知識あっても社会の何の役にも立たない、俺ら何なんだろうって、やめてやめて、それやめてくれやめてくれ、いやいやいや、すごいからね、何でもかんでも一つのことを極めたら、うん、それは役に立つ、ね、やめて、そんなな、急に現実に現実を、そんなことないよ、そんなことないよ、OK、 酒井何でもみんな泣き始めちゃってもいや、何でも極めたらすごいのよ、あーもろ、さあここでカウンター、いや違う、オーバーメン出しすぎでパスなんだよそれ、ハキミ、なんかさ、このイーフト2024になってからさ、割とチョンパスが出せなくなった、変に強く出しちゃうんだよな。オッケー、シャビアロンソ、浦和レッズカウンターを仕掛けていきます、okay、サラー、ナイス、ネドビアド、ネドベドへ、あー惜しい、いやーマジか、ナイス、トゥーリオ、オーバメヤングへ、ボールのどこのパス、シュート、いやうめえ、さあこぼれた、危ない、サラうまいなこの人、しっかり間抜き、キーパー動かしてきたな、いやーなかなかあそこ最後決めきれないのは、あんなポコポコパス出すんだな、あ、やった、 OK、 おっと、デイビスからパーサイド、おお、先、やばい、
さあカウンターのチャンスになります。大丈夫、はい、酒井宏樹、酒井宏樹を舐めるな、それは無理か、届くか、うん、デイビスからのパスはディフェンスが対応、止める、負けれれ、ネドベドウェ、ベリンガ、いや何をされてます、オッケー、トゥーリオ、アプリもドリブルの方が抜けるようになった、あそうなんだ、これを読んでいました、うまい、オーバメヤングへ、そしてネドベド、メッシー、いやギリギリだな、攻め込んでいきます、ゲレイロ、ナイス、酒井、オッケー、ここで笛、いや強いな、最初ちょっと油断したな、相手1本しかシュート打ってないもん、先制点を与えたまま前半を終えました、全体的に見るとそれほど悪い前半ではなかったんですけど、一瞬の隙を突かれて失点してしまいましたね、後半はわずかなスペースを見逃さないように、ここの2人がスタミナがすごすぎるから疲れることを知らない、浦和レッズ対アルナスル、okay、それでは引き続きゲームをお楽しみください。アプリね、この前やったじゃん、リフトのアプリやってたじゃん、むずくない？めっちゃむずかった。浦和としてはまだ時間ありますからね、うん、ボールをしっかりキープして流れを引き寄せたいですね、そのままちっちゃすぎて分かんないもうちょっとボールを、ね、ピンクとかにしてもらうと分かんない、あ多分色を、あでも設定できねえか、アプリはこっちはできるんだけどね、そうボール変えれるんだけど、いやでも本当すごい、コントローラーじゃなきゃできないな、うん、コントローラーでもお、トゥーリオ、拾いたい、ハート、ガードが、いやわずかに左へ逸れていきます、いや、トゥーリオ上がってきてくるよ、本当にオーバーラップ枠に行きませんでしたね、ネイマール、はい、坂井宏樹、シャビアロンソ、シャビアロンソからレバンドフスキ、来たよ、スルーパスを狙う、オーケー、よし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 、まさかお相手ディビさんか、それは強えわ、いやこの展開これで面白くなりましたよね、オーケー、やばい、止める、ナイス、いや迷いのないカウンターでしたよね、奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですね、いいよ、いい抜け出し、一回下げる、いやー、同点に持ち込みました、バカバカ、アップネトゥーリオ、ナイス、きっとこのままでは終わらないですよね、はい、この後どんなプランで来るのか、お互いの采配にも注目したいですよね、うわ、なんでループになったん、え、シャビアロンソ来た、酒井宏樹、いや、いいよ、いいクロスだよ、大丈夫、ユディガー、このボールに触ります、 OK、 坂井宏樹上がってる、もう一度ネドベドへ、あタキミ、マジ素早いパスで攻め上がっていきます、メッシ、サイド来るね、スクイボールだ、 OK、 あずっと音聞いてくれ、聞いててくれてんのね、映像見てん、あ映像見てんのか、さあメッシ変えます、コマン、あーそっか適性はあるけどってなもんね、間違えた、したらここでこうして、これ負けれれ、ここで使うのありかな、これこのフォメどうちょっと攻撃的すぎるか、あ本当に、え多分ね、それはね、あのあれだと思う、もう完全に YouTube 側だと思うんだよな、ごめんごめん、開き直したね、あいけた、OK、コマンを使います、帰ってくよ、ちょだいぶこれで変わってくると思うんだけど、
トゥーリオしか勝たん。やべ、あぶね、あぶね。よし、レバンドフスキーからの何をしている？いやー、なんでそのパス。アバール、ここは読んでいました。やばい、やばいぞ。さあ抜けた、コース開いた、止めてください。アップヌ、トゥーリオ、そこにはトゥーリオ。浦和は選手交代のカードがまだ手元にある状況です。ナイス、レバンドフスキー。一体ね、ワンブランチあるよな。これをカットします。通るんだよね。おいおい、やってんだろおい。ここは笛が鳴ります。ふざけてんだろ、つつきやがって。ネドベド、ネドベドからのパス。うわ、でかっ、あのヘリン。誰や、うめえな、クソ。止める、はい、酒井宏樹。そこには酒井宏樹です。しました。大きく前線へ。え、なんて出さない。縦入れる、ベリンガム、コマン。さあコマン、さあシュートまでいけるか。どこ出してんねん。まかたれ。めっちゃ抜くとこまではかっこよかったのにね。オッケー、どうなる。パスの切り替えも早いですよ。さあコマン、さあマケレレ、どうする。うっ、今のはいい攻撃でしたよね。これ一応カーソルサーチ合ってねえか、これ。あ、ネドベド、ネドベド走る。あ、最悪。メッシに渡る、裏へ出るか、ベリンガム。はい、OK、これは、はい、OK。アルナスルとしていい攻撃でしたけども、ね、いいよ。まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。大外は狙えるか。いやー、浦和としてはチャンス作ったんですけどね。コマン、コマン、それ決めないと負けちゃうよ。酒井宏樹です。さあレオ、いや、そこじゃないです。おお、しっかりとセーフティーにクリアしてきたね。まあまだ時間ありますからね。変えるのね。この流れを続けたいですよね。いや、コマン良かったけどね。今この2人見て、全然体力減ってない。酒井選手なんてもうずっと身が上がってきてたのに全然疲れてないよ。さすがだな。アルナスル、最初のメンバーチェンジを行うようです。ベリンガムから右へ。あー、なるほど。残り時間少ないですからね。この状況での戦い方どうしますかね。いやー、止めてくるね、うまいな。時間ないんで、止める。前へ行きたいところなんですけどもね。ネドベドへ落とす。いや、マジか。止める、止める。よし、オッケー。そうね、コマンとネドベド逆で使ってもっていう感じだよな。いやー、もう言葉がありません。オッケー、セーフティー、セーフティー。すごい。いや、待って、アップな。酒井宏樹、そこには酒井宏樹。高い位置で奪った勢いのままゴールに向かうといういい。確かにどっちの方がいいんだろう。裏は逆転、そしてもう時間がありません。
オッケー。ここで笛です。素晴らしいデビュー戦を飾りました2人とも、酒井宏樹とトゥーリオは。今日のマンオブザマッチはやはり彼でしょう。素晴らしいプレーを見せてくれました。やっぱ強いな、強いです。いや北澤さん、最後まで全く分からない展開となりました。だ、相手シュート1本しか打ってないからね。上がっぱれるまで諦めない。うん、持ってた。こっちシュート8本打ってるから。そうですよね。うん。さあ皆様、お別れの時間となります。今日の解説は北澤剛さんでした。酒井宏樹はどうもありがとうございました。評価点 6.0 です。初戦をものにしました。ね、逆足どっちが強いかな。ちょっと見てみよう。お、大丈夫？ネドベドは逆足は、あー、ネドベド右だな多分。あ、ネドベド左でいいか。うん、逆足上がった。うん、無駄に詳しい、やめて。あ、2人とも変わんないね。どっちがどっちでも OK って感じだね。OKOK。 いや、今の試合めっちゃ良かったな。ちょっとオバメが全然全然でしたね。あんなにオバメゲーって言われてた時期があるのにな。いや面白いな。いや、これやっぱこの好きな選手がいるということはやっぱ違いますよ。本当に気持ちが、気持ちが違う。いやー嬉しいな、この2人がいるのが。本当に嬉しい。めっちゃテンション上がるんだよ本当に。こういうので、こういうのでやっぱ男ってテンション上がるからな。うん、オバメゲーは5年前え、追加されてほしい。俺ね、いまだにちょっと後悔があるのが、やっぱ小野伸二もっかいこのブースターで出してほしいんだよね。うん、小野伸二エピックをもっかいブースターで出してほしい俺は。あとは、まあ、浦和レッズの選手に偏ってしまうからあれなんだけど、うんね、タイミング的にね、そうそうそう、多分12月あたりとか、多分12月のね、4日のね、コンサドーレ札幌、札幌って、札幌、コンサドーレ札幌とレッズの試合が多分最終節なんだよ。そう、12月あたりにね、ちょっと出してもらえると嬉しいよな。あとは、そうだな、長谷部とかどうなんだろうね。なんか出てもおかしくないと思うんだけど。長谷部って一回もないよね、多分。この大会、今日のゲームではどんな感動を私たちに与えたいのでしょうか。ピッチからは一瞬たりとも目が離せません。この時間は浦和レッズ対マドリーチャマルティン、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。ふざけすぎた。6万4000の人数を誇る日本を代表するスタジアムでね、柏木とかね、国際試合が開催されています。いいコンディションです。今夜の現地は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。いや何してん、それなんなん。北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。オッケーオッケーオッケー、カーンか。オッケー、うまいね。さあ北澤さん、この試合で気になる選手がいたら教えてください。バレラですよね。彼は中盤での粘り強い守備が特徴なんですけど、それだけじゃなくてパスを散らすこともできますし、フィニッシュまで持っていける。それは勝てる。ナイス。いや、もういいじゃん。やっぱ酒井宏樹よ。ここまで高いレベルでこなせる選手というのはしっかり守れてるよ。なるほど。そのあたりも注目しつつ、今日の試合見てまいりましょう。裏を狙うメッシュ。そこじゃない。このボールをカットします。トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどね。
バレッラからサラ、ネドビアド自分で行く、こねりすぎた。ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。トゥーリオ出すぎ、お前トゥーリオ、お前どこまで守りってんのだってびっくりした今。北澤さんどうご覧になりますか。まあ今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですね。びっくりした。序盤ですね、じっくりそのバランスを見極めてほしいですね。浦和レッズカウンターを仕掛けます。ファール、よし、中心ファールを取りました。誰が蹴るんや。直接狙える位置ですが、どうでしょう。直接狙った。オッケー。決めた。素晴らしいゴール。素晴らしい。直接叩き込んできましたね、北澤さん。これはディフェンスの位置を計算して狙ってきましたかね。いやすごい。ナイスバレッラ。いやバレッラいいよ、君。早いよ。先制ゴールが決まります。第1対0。先制点が取れると精神的にも余裕が生まれて、めっちゃスパキャン使ってくるな、この、はい、それが思い切った大胆なプレーにもつながりますし、この辺りのディビジョンはのリズムも良くなるんじゃないですか、ね、ナイス。あーオッケーオッケー、止めた止めた、俺がいけない。今のはトゥーリオは悪くない。フェデリコ・バルベルデ、デブライネからビージャー、オーケー、これはクリア、止めた。メッシカットに行きます、抜けてくる。さあここでカウンター、囲む、きた、かけます、ゴールに立ちますよ。フラッグは上がっていません。突入、オーケー、決めた。いいですね、とてもいいです。立て続けのゴール、主導権を完全に握ります。得意としているカウンターでのゴール、オーケー、なんやねん、得意なカウンターが、ね、邪魔しないで邪魔しないで、やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。オーケー、見事な展開でしたよね。危ねさあ浦和得点を重ね2対0という展開、立て続けでしたよね。いや、はい、先ほどのゴールをきっかけに選手も流れを掴んだ感じですね。やっぱりすっごい今テンション上がってて、もう無限にゲームできそう固いディフェンス、うん、境からメッシー、サラーからバレッラ、バレッラいいよ、ここは人数をかけて奪いに行きます。いや間違えた、そっちじゃない。さあ左サイドへ、そこへ戻って、ロナウジーニョ、デブライネ、え、なんで取ってなかった今。ロドリからバルベルデ、まずいな。さあ左へ預けて、大丈夫、出る、オッケー、バルベルデ早、パクシーいらっしゃい、無事引けたよ、90連かな、うん、でその後にネドベドを10連で一発で引いてもらいました。マケレレから酒井、酒井からバレッラ、スペースに出す、惜しい、カウンターですよ、集中、いいとこ入りますよ、ロナウジーニョ、はい、トゥーリオです。いやもうギリギリのクリアです、ね、トゥーリオいいわ、マジでいい。マケレレから柔らかいパス、あ惜しいね、デブライン止める、オーケー、そう田中とマルクスとトゥーリオの3バックです、はい、3センターバックです、オッケー、フェレール、フェデリコ・バルベルデ、バルベルデがちょっと早い、レールへ、さあ逆サイド、はい止めます、ファールかよ。タイムアウトの時時間設定できるようになったんで、あそうなんだ、へえ、どこ狙ってきますかね、1時間だけとか、1時間もしててかわいそうだけど、ちょっとあそうなんや、ここはクリアの対応、タイムアウトの時間が設定30秒だけとかそういうことよな。さあカウンターのチャンスになります。いやそのパスうまくね、ここはカットします、これマジタイミング良かったらもう完全裏抜けできるやん、フライパス、ロナウジーニョ、ナイス、いやバレッラよ、これは合いません、さすがに無理か、何が通って何が通らないのかちょっと試させてもらおう。フェデリコ・バルベルデ、
これはそれはすごいパスだね。ここでしっかりとボールをキープして組み立てたいですよね。あ、そうです。ディビジョン今2、あ、3、今4なんで。ここまでご覧になっていかがでしょう。浦和としてはでも 2-0 で勝ってます。ゴールで何か掴んだんでしょうかね。続け続けに決めましたし、このネドベドをね、すごい30連しようっつって、30連だけしようと最初の10連目で引いた。ピンポイントで。すごすぎます。すごすぎますよ。ありがとうございます。チルすごすぎます。あなたはもう神引きのチルです。うん、サブアカで試してみていい。何を。あ、いいよいいよ、タイムアウト。あ、いいよいいよ、全然。さあ後半スタートです。そのタイムアウトの時間が設定できるようになったんだって、モデレーターさんが。全く、コメントをね、うん、このなんか嵐みたいなのが来ましたとか、そういうのを一瞬除外するみたいな、それを時間で設定できるようになった、うん、30秒だけとか1分だけとか。ここは間合いを取る。あ、ほんまや。10秒間。これツイッチもそうなんだ。アメリカ負けれれ。これはクリア。アメリカ。600秒ってことは10分だな。ネドベド。ここは繋がりません。10分だよね。サラーからメッシ。すごいね、スイッチはそうなんだね。さあ一気にカウンター。スイッチ。スペースに出す。バルベルデからビージャー。あー、もうできる、全然できる。トゥーリオです。ディフェンスこれを読んでいた。ネドベド。カウンタースピードを上げたいところ。はい、来た来た。この上がりを待っていたんだ俺は。サカイヒロ君、右サイド上がっていく。からファーサイド。ボールはクリア。来た。ここまでご覧になっていかがですか。坂井ロギちゃん、上がって。守りに行くのか取りに行くのか。あなたにシュート打ってもらえた。よいしょ。オッケーオッケー。10分、1分、5分、10分、30分、24時間。へえ。すげえ、めっちゃ選べるよ。やった。ギブアップだ。素晴らしい。いや楽しい。あ、そう、昨日ねちょっとね皆さんにお話したいのがね、チルがね昨日スイカゲーム買ったんですよ。うん、今のボリュームよかったな。スイカゲーム買ったの、巷で噂の。買った、スイカ作るやつ。うん、でね昨日、まあ、寝ていて、うん、もう一人でやってたんで僕が先に寝ていたんです、うん、でバトンタッチしました、うん、で俺は外が明るくなるまでやってたのに隣で爆睡してるっていうな。もう寝るのっつって、やらないやらないって言われて、俺渡されてコントローラーを、うん、そしたら寝てんだもん。眠くなっちゃった。びっくりしたわ。なんかまん丸いの見てたら眠くなってきた。曲もなんかそうだね、いい感じだね、うん、めっちゃびっくりした。え、寝てると思って。嘘やんと。そう、やらないやれ。いや、ほんとびっくりした。そう、やらないイコールやれだから、やれだった。、うん、あ、間違えた。バレンラ、バレンラすごいいいね。あ、ほんとだ、結構能力、ディフェンス能力高いわ。いや、ちょっともうこんなもう誰を使えばいいのか分かんなくなっちゃうな。スイカを2個作れっつって。もう一回もまだスイカ作れてないんだよね。難しい。おお、難しいね。そうだね、あれは難しいよ。まだね、メロン、そうだね、スイカの1個手前まではメロンが、そう、1個も作れん、うん、え、作れたの、小学者やったの。いや、でもみんな結構作れてるよ。そう、なんかメロン2個作ってさ、それがくっつかねえんだもん。あ、何がいけないの。
選手、一丸となってこの戦いに臨みます。ちっちゃいのとか多分あんま残しちゃいけないんだろうな、あれな。浦和レッズ対オークランドルーク、こちらをご覧いただきます。スイカとメロン2個までいった。スイカ1個とメロン2個ってこと、すごくね、それ。これ4000円くらいいってそう。強烈な重圧を感じざるを得ないでしょう。そうだね。天候の確認です。現地の天気は晴れていますね。ここ当てます。ここです。ここです。このゲームの監督はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あ、読んでるね、うまい。まず前半見ていきましょう。浦和レッズ対オークランドルーツ、サイドをご紹介しましょう。ナシル右のエンドを守るのは坂井宏樹。坂井宏樹反対側、左のエンドからが浦和レッズ。右サイドから上がります。丁寧に足元を使う坂井。坂井からのクロス、うん、あ、すっごいバウンド。なんだ前線へこの長いボール。坂井、彼のオーバーラップは大きな武器になります。浮き球を選択。マツケンじゃない、負けれれ。マツケンってクロードマツケンって。さあ、カウンターを仕掛けます。乱視が入ってるからさ、字が全然読めなくてめっちゃおもろかった今。クロードマツケンがいます、うちのチームには。何やねん、クロードマツケンって。オーバメヤングが受ける。マケレレ。マツケン、これでしょ、クロードマケレレね、これ。ああ、やっぱマツケンに見えるな。マツケンには見えない。乱視でさ、ちょっと字がボヤボヤしてて。おもろ。丁寧にボールを扱う。クロードマツケン。縦にボールを送る。ボランチのマツケン。マケレレ。長いボールを入れます。惜しい。サークルの後輩が持ってきててやり始めて悔しくなって4弦サボってやった。すげえな。バレルは2ボランチの一角なら強い。あ、なるほど。今トップ下でさっき使ってたけど結構動き良かったな。ここはすぐ奪い返します。 OK、 ここはファウルです。よし、バレラとマツケンの2ボランチな、それな。面白。今のはカードは出ませんでした。注意だけでしたね。そうですね。おお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 倒された、かわいそう。浦和としては突破できませんでしたけどもね。抜ければチャンスでしたからね。今みたいな位置では坂井さん行った方がいいですよね。危ない、これはいい。危ない、危ない、ちょ、あ、と、やめて、危ない、危ない、危ない、待って、なんかコントローラー効かない、なんか効いてない、なんだなんだ今、すっげーコントローラーが効かなかった一瞬。オッケー、浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。おお、耐える耐える、なんか一瞬マジで効かなかった、焦った。インターセプトを狙う、スペースに出す。いや、これはカウンターのチャンスですね。シュートレンジです。あー、ちょっと厳しいか。いや、今のは惜しいし、シュートは枠を超えていきました。なんだっけ、オメバヤング奪ってからすごい攻撃ですよね。オメバヤング、そうだよってもう訂正すらしねえ。いや、もう忘れちゃった。大場面、大場面やんかな。大場面やん、今のカウンターを食らいましたけども、絶対王ではないな。相手はカウンターの準備をすると思った方がいいですよね。言いやすいのはな。ナイス。これだけ奪えてるっていうことはミドルサーブでは。オメバヤング。細かいパス回し。そう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 。スペースを使う。オメ。オメバ、オメバヤング。このボール一気に前進。はい、オメバヤング。坂井宏樹は。でした。さすがにそれは無理よ。負けるんかい。右サイドへ振って。お、これいいですよ。クリスティアーノ・ロナウド。ネドベドって、ネドベド？ここはクリアを落ち着かせます。やばい。フィーゴ。
あ、今そうだね、なんか事件起きてるね。だけどね、ちょっとめんどくさいやつね。まああれはそっち側がいけないんだけど。チャレンジしたところ、これはファールではありません。さら。スルーパス。さあカウンターのチャンスになります。スルーパスを出す。ディフェンスこれを読んでいた。めっちゃ名前をしっかり読もうとするね。カウンターを仕掛けます。いろんな名前の人いるからな、本当にな。そうそう。想像もしない言葉で。さあ一気にカウンター。あれはそうネドベあのそうねユベントスが悪いな。何してる？このボールに触ります。ロングボールめっちゃ入れてくるわ。パッタ倒したい。前半が終わりました。まだスコアレスです。イヤホンつける？ちゃんとジョン・カビラさんが名前言ってるからそれ聞いた方がいい。ね、オーバメヤングね。これモハメド・サラーね。まあメッシーの。でネドベドな。パヴェル・ネドベド。クロード・マケレレ。シャビ・アロンソ。浦和レッズ対オークランドルーツ。シャビアロン。アルフォンソ・デイビス。後半へと続きます。田中マルクス・トゥーリオ。田中マルクス・トゥーリオ。アントニオ・リュディガー。アントニオ・リュディガー。酒井宏樹。酒井宏樹。ジーダ。ジーダ。マルティン・ウーデ・ゴーは。マルティン・ウーデ・ゴー。好き。ウーデゴーア、ウーデゴーア、ウーデゴーア、ウーデゴーア。後半スタートです。ウナゴーアではない。やばい、そこなんで空いてんだよ。スルーパスをダラッと呼んでいた。マケレレ、浦和レッズ、カウンターを仕掛けます。あ、それは無理じゃない。フィーゴ。ウーデゴーア。ウーデゴーア。ウーデゴーア。って読むのこれね。そうそうそう。すごいね。王になんか知ったって。知ったって。初めて見た。ライカールドへ。オッケー。なんでやねん。これはファールの判定。なんでやねん。ちょっとダメだ。やっぱフォワード変えよう。はい、オーバーメイク交代です。面白い名前の人？面白い名前の人か。強いて言えば、あ、これを言ってほしいね。ロベルト・レバンドフスキー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 。ああ、いいえ。うーわ。あ、これはオーレリアン・チュアメニ。オーレリアン・チュアメニ。滑舌悪いんです。これはこれ。ヨシコ・グバルディオル。ヨシコ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 ・グバルディオル。グバルディオル。グバルディオル。アレッサンドロ・バストーニ。アレッサンドロ・バストーニ。ジャン・フィリップ・マテタ。ジャン・フィリップ・マベッパ。マベッパ。いや、マジで滑舌悪いな。いや、でもね、正直これすごいね、言いづらいよ、名前は。いや、本当にすごい。およそ30メートルというところです。マイケルとかそういう、ちょっと距離ありますね。親しみ入れやすい名前じゃない。そうだね。強いて言うの、でも言いやすいのメッシとかじゃん。そう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 、ね、リオネル・メッシとかね、そうベッカムとかね、ジーコとかさ、うん、奪い返します。うわ、やべ、油断してた、危ねえ。としては中盤はほとんどスペースを与えないっていう人が見えますよね。やっと気持ちが入ってますからね。やべ、調子乗った。レオナルド・ディカプリオ。レオナルド・ディカプリオ大好き。大好き。さすがに、さすがね、さすがに。デイビス上がっていく左サイド。ここだろ。サイドへ。守備陣クリアの対応です。いやー、マジか、坂井裕樹。これは奪い返します。やばい。追いかける坂井裕樹。カウンター早いでしょ。オーケー。またファウルだ。またファウルだ。何がファールなのこれ。
応援がいけない、リスニングテスト英語のなリピートアフターミーみたいなレオナルド・ディカプリオレオナルド・ディカプリオ面白うざ、何そのおしゃれなフレンキー・デヨング、フレンキー・デヨング、一旦前を取る、え、なんで危な、ちょ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 、危ねえ、ちょっとメッシ交代だ、読んでましたかね、相手相手ユニフォームダサい近くに出た相手、これどこのチームなんだろう、これ見たことない、どここれ、オークランドルーツ、おー初めて見たの、こんなユニフォーム使ってる、このチームを使ってる人を初めて見たの、オークランドね、あ、なんかコメントに来たよ、言いづらいやつ、どうぞどうぞ、アレックス・オクスデイド・チェンジ、アレックス・オクスレイド・チェンバレン、アレックス・オクスレイド・チェンバレン、アレックス・オクスレイド・チェンバレン、決められました、そして私はすいません、先生今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね、ボールを奪った瞬間トランジションの部分が良かったですよ ね、アレックス・オックスレイド、ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね、決められちったな、監督の采配、ねえ今のパスなんで通っちまうんだろうな、おかしいよな、いや監督見事な采配でしたよね、選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるんですよね、おしゃれなパス、先制ゴールを決めました、1対0、え、なんで取れないんだよ、さすがにそれは通らんやろ、酒井ここはカットします、サラーからレオン、コマン、お、これいいですよ、フリか、チアゴシウバ、あー、クリアしてきたな、シンプル、シンプルクリア、なんだよあれ、え、何そのパス、ちなみにジーコの本名はめっちゃ長くてジーコは愛称、あ、痩せっぽっちって意味なんだ、へえ、なんかあったよな他にも、なんかそういうのブラジルの人って結構そういうの多いんだよね、そうだね、なんかネイマールとかもそうだった気がするな、ディーゴからモラタ、スペースウェブ、どうだ、上げてくる、え、何それ危な、ディーダのセーブ、オークランドルーツとしては今のはいいですよ、ね、うわマジか、止める、もう1点欲しいという気持ちが出てますよね、私の切り替えも早いでしょ、いやーマジそれはちょっとシンプルすぎたか、ナイス、いい攻撃の形は作れてますよね、そんなの終わるわけにもいかないですからね、このパスが抜ける、ボールはモラタ、いい形じゃないですか、危ない、マケレレから大きく前へ、サラー、サラーへ、組み立てながら攻め上がっていく、サラーへじゃない、サラーへって言ったの、サラーへ、スルーパス、バレッラ、あ、これはファウルを取られました、なんで俺のファウルになんだよ、フィビチャクバラツヘリア、俺も言えな、俺も言えねえわフィビチャクバラツヘリアこれ実況な人すごいね、これを言わなきゃいけない ね、あ、カカはリカルドな、はい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 、リカルド、でもカカ、そう、でもカカ、カカっていう選手 いるでしょ、うん、の本名はリカルドっていうのが相性みたいだね、カカ、クワラリアレ、あ、クワラ、クワラレ、そうだね、クワラレンリアみたいな、クワリアレンリアもいい、レンラも、クワラレンリア、いずら
言いづら。厳しくチェックします。裏のスペースを狙う。いやマジか。うわー最悪。スルーパスを出す。さあシュートレンジだ。ナイスセリア。残り時間少ないですからね。もらった。対応してしっかり試合を終わらせたいですよね。いやマジか。フレンキーデヨング。このボールはベリンガムへ。ベリンガムから応援。通されるね。ナイス。いや厳しいか。これはスローインとなります。せめて引き分けまで持ってきたい。あと2分。来た。コマン。そこじゃない。なんで。あ、オークランドルーツ。もう無理にはいきません。ここからですね。空いてますからね。オランダ人が読みづらい。へえ。うっぜえな時間稼ぎ、ね、絶対ここ出してくるんだよやっぱり。これは読んでいました。ニコロ・バレッラ。うわ最悪もう。あーまあじゃない。ロメル・ルカクこんばんは。さあいらっしゃい。ロメル・ルカクってダメだよな、もうな。ルがさ、続いてるのはダメだよ。ロメル・ルカクって。ビルフィル・ファンダイク、ミッキー・ファンデフェン。かわいい、何その名前。ミッキー・ファンデフェン。ミッキー・ファンデフェン。ボロボロのシュートだぞ。ビルフィル・ファンデフェン。ファンダイク、ビルフィルファンダイク、ビルフィルファンダイク、ビルフィルファンダイク、ミッキーファンデフェン。みんな優しいチルトが構ってくれる。ミッキーファンデフェンはいいね。かわいいね。なんか響きがいいね。ミッキーファンデフェン。どんな顔なんだ調べてみる。ミッキーファンデフェン。ファンデフェン。ファンデフェン。まあ、多分向こうのね海外だとファンデフェンって言うかもしれないし、こっちだとファンデフェンかもしれないし。普通に、うん、イケメンでした。イケメンでした、うん、キーパーか。キーパーじゃないか。分かんない。ガンバスミタ。ガンバスガンバスミタ。ガンバスミタ。相手のチームの名前。急にリピートするやん。名前だと思っちゃった。あ、取ってるのもセンターバック。ファンデフェン。ファンデフェン。さあ、いや今の試合勝てなかったのしんどいな。なんかずっと苦しい試合だったわ。なんか頑張れ。はい。いやでも結構このボックス2ボックス、いやこう、いやどうなんだろう。シャビアロンソン右の方がいいかな。こうの方がいいか。もう一回みんなに聞いてみんなの言う通りもう自我をして。あ、なるほどね。あいつ入れた方がいいよ、こいつ入れた方がいいよみたいな。フォーメーションこれがいいよみたいなね。オランダ人だから英語読みだと伸びるんだ。へえ、ファンデフェン。あ、U と E の間みたいな。ファンデフェン、フェン、フェンみたいなことそうでしょ、うん、2、3、5無理や、2バックは無理や、フェンってことだよね。そうでしょ。E と U の間みたいなことでしょ。 E と、あ、A か、 A と、 A と U、 うえ、うんみたいな。ファンダ、うんみたいなことでしょ。そういうことでしょ。違う。ファンダヴェンファンダヴェンみたいな。そういうことじゃない。そういうことだと思うのよ。あー、やばい、危ない。うん、危ない危ない。ファンダヴェンはどうでもいいんだよ。思い切って狙ったんですけどもね。ちょっと枠に行きませんでしたね。マルテン・デローン。マルテン・デローン。あー、いい。デローン。響きがいい。マルテン・デローン。マルテン・デローンはなんかちょっと怪しいな。怪しいよ。ネロベドからサラ。大丈夫か。全速がね。全速がね。うん。危ない危ない。ダンバ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 ン。オッケー。
サラーが受ける、ここで打つ、オーケークロアチアはチッチ、あ確かにモドリッチ、ラキティッチ、そうだね、あノバスケ、パウリーニョ、ロナウジーニョ、フィルミーノ、ミナミーノ、それ日本人やな最後日本人やな、うん、ミナミーノ、ね、おっ、あ惜しい惜しい、ミナミーノ、そう、あとミナミーノもあだ名あるよな、ね、ミナミーノはタキって言われてる、タキです、カウンターですよ、え、なんで？あ、ラッキー。モナウ。いや、いいディフェンスですよね。クロアチッチの、クロアチッチって同じこと言っちゃったよ。クロアチアのチッチは日本人の女の子みたいに何々子みたいな、だから太郎みたいなことか。だからモド太郎とかそういうことでしょ。インターセプト。モドリッチ太郎、あ、じゃあ、モドリッチは違うか、さあ、繋がるか、いますよ、さあ、メッシ抜けてくる、シュート、いい反応、あー、クロアチア戦ね、チッチばっかだなと思って、いや、マジか、ハイランケドミニク・リバコビッチ、読みの良さって思い切りですよねなんか、口の中爆発した今ボボボボってなってくる今モテオコバビッチ、それいねえな、うん、あ、マテオね、モテオって言わなくて下のモドローと一緒になっちゃう、あ、そういうことね、モドローとかペリシロー、そういうことね、あ、なるほどね、あ、可愛いかも、ね、マテオコバビッチ、コバチッチ、コバチッチ、ペリシロー可愛いね、細かくパスを繋いで攻め込んでいきます、ライマーから浮き球のパス、危ねえ、さあ裏を狙って、南野は滝、久保くんは竹、トゥールはヘボ大喜利始まってない大丈夫自分で言ってるからな、うんうん、大喜利始まってっけど、ドリブルで仕掛ける、あ、抜けた、いや、これは抜けた、ネドメド、さあフラッグは上がっていません、シュート、オッケーテドビアドあ、面白い名前のサッカー選手、あー、Y ね、ちょっと前に V がいたんだよね、そう、V がいたんだよ、聞けなかったけど、最後キーパーとの対決見事決めましたね、あ、そう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 、状況で決められる決定力の高さは素晴らしいですよね、ね、オフサイドトラップ使ってたね、あのまま使わない方がいい、瞬時に相手の動きを見てコースを判断する冷静さが不可欠なんですよね、難しいゴールですよね、これはね、すごい、うん、見てわかんな、何ゴールが決まりました、何をやってるのかっていうね、ただ相手も先制されたことでアグレッシブに来ると思うので落ち着いた対応は必要なんですね、あ、ミスた、最悪、絶対落とす、おっとこれはカウンター、ね、絶対サイド、はい、坂井宏樹、そこには坂井宏樹、一気に前線にボールを送る、大丈夫、ジェズス、いや、打ってくんのかこれはよく止めました、うん、今のは決められても、白菊さんの逆線は下がってますけど、やかましいわやかましいわ、その通りその通りやめろそうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めてる時こそ相手はカウンターの準備をしてると思った方がいいですよね、打つな打つな打つな、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないのが大切ですよね、ちょっと待って、うーん、いいコースですよね、なんでや、アーウィンがアーリンに聞こえる、アーリン、ロナウジーニョ、アーリン、同じもんね、アーウィンとアーリン、ネドベド、ネドベド、ネドベド、ドリブルで上がる、どうしよう、これでサッカー選手の名前とかめっちゃ詳しくなったら、やたらとね、うん、あの変わった名前の方の名前だけすごい覚えちゃう、ガンバはアーワヤというシーンでしたがここはしのぎます、チッチの時もすごい、うん、チッチの覚えてたの、そうよね、デイビスからサラ、このパスを受ける、シュート、強いか、うん、下がるも何も最初からチームの底やめろ、ディフェンスラインの背後ですよね、チャンスありますよね、
曲げたボールはコストを狙いすぎました。地底人や、地底人や、ギャグ戦が地底人、ギャグ戦が地底人、ちょっとそれは面白い、それでいこう、逆戦、逆戦、はい、ナイス、絶対ここ出してくる、はい、ありがとうございます。中盤はほとんどスペースを与えないっていう意図が見えますよね。上がった、切った、よし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 、リオネル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 、リオ、そこ、そこをどうし、どうにかしてください。ロナウジーニョ、さあここでカウンター、止める、オッケー、これをカットします、オッケー、リオネル、自分で行く、はまーい、ファーストハーフもアディショナルタイムに入っています。どうしてくるの、それ、やばい。ここはやばばばばやばば、オッケー、めっちゃ打ってくる、オフサイドだ、オフサイドだけどね。清水、あ、そうだ、清水、そう、清水エスパルスっていうチームにね、うん、ピカチュウっていう人がいたの。本当に本当に、調べてみ、調べてみ、いるいる、清水エスパルスピカチュウって調べてみ。ここでレフリー笛を吹きました。前半が終了します。ヤゴピカチュウかな、確か、そう、本当にピカチュウっていう名前の人、ほら、グライビソン・ヤゴ・ソーザ・リスボア、通称ヤゴ・ピカチュウ、かわいい名前、かわいいよな、同い年やん、そう、同い年、本当だ、1992年6月5日本当だ、ピカチュウ、ピカチュウ俺タメらしいですピカチュウタメいいなあ、タトゥー入れてるのがピカチュウ、あ、ほんとピカチュウのタトゥーが右のふくらはぎに入ってる、すげえ、それ入れるわな、ヤコピカチュウ、ほな加入やな、そうだな、ゆとり FC 加入やな、まだそうなるかわからないですよね、なんで、あぶね、後半の立ち上がりは特に気をつけて主導権を握りたいですよね、いや惜しい、いや、その手前なんだよな、トゥーリオ、勝てるよ、勝てない、デイビス、デイビス左サイド上がってきます、オーバーメン、これは合いません、メッシが受ける、うまい、このパス打つか、さあどうだ、ここは笛が鳴りますたまらず行ってしまいましたね、これはね、シュミットも同い年だね、シュミットも同い年、ここは直接行ける位置です、直接狙った、オッケー、グングングーンでフリーキックは大好きです、めっちゃ決めれるんで、このセットプレー、そこじゃない、ゴールに吸い込まれました、これはディフェンスの位置を計算して狙ってきましたかね、はい、いやすごい、はい、酒井宏樹、サラ疲れてるから、さあ浦和得点、ナイス、あぶない、浦和としては主導権を握れますよね、はい、オッケー、この後相手は積極的に来る、ネドベド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 、メッシ、メッシ、オーバーメヤング、ネドベド、ネドベド、ネドベド、ねえ、ベリンガム、さあ一気にカウンター、あ、マジか、そこ通される、絶対ここ、ここ、オッケー、ここもしっかりディフェンスしました、逆線どこ行った、やめろ、もともと持ってない、やめろ裏を狙う、ネドベド、あ、まだサッカーやってるかは知らないか、ヤゴピカチュウ、なんでしょう、インサイド上がっていく、はい、メッシー、これですか、そうそう、これインパクトシュートってやつです、いや北沢さん、普通のシュートはもうここ押すだけじゃん、四角を押して、だけどその四角を押すのと同時に R2 を一緒に押すの、R2 をと四角を同時をしてやるとめっちゃ強いシュートが打てる、これね、これはクリア、こういうなんかちょっと強めのシュートがある、そうあ、そう、簡単に言えば脳筋シュート、それいいね、デイビス得意のミドルシュートでした、
え、どこ出してんねん。脳筋シュートとか脳筋パスとかが出せるからこうやって。あぶね。ちょっと。無理やりでも出すみたいな感じ。あ、無理やりというよりはなんかもう相手が取れないスピードのパスみたいなとか、そう、おりゃーとか、そう、死ねーとか、そういうパス。これで、あ、これ打ってないけど、おりゃーっつって出すシュートとか。あ、でも強いってことはスタミナ使っちゃって。あ、まあそういうのはないかな。ただちょっとその出るまで、シュートを打つまでに時間がかかるから、その間にボール取られちゃったりとか、そういうのを一瞬でやってるんですよ私たち、ね、そんなね、なんかそれ上手くなっても別に社会に貢献できるわけじゃないんだけど。いやいや、それでお金稼いでる人たち、まあそうだね。でお金稼いでない人たちはね、もうね、急に現実。さっきもあった。見事でしたね。よく止めましたよね。そうだね。一旦リセットして。だってサッカー見てても何にも分かんない。サイドチェンジ。いや、逆サイドよく見えてますよね。こういう展開を繰り返すことでミドルからアタッキングサード。ゲームでネガキャン。ネガティブキャンペーンやめて。そう、カメハメハの歯だ。そう、あ、なるほど、うん、でゴムゴムのーで溜めてのバズーカ。もうみんな分かりやすく説明してくれてます。やべ、なんでやねんって。あ、ちょ、何したの君。シュートレンジです。いいよ。さあ、デイビス、ゴムゴムの、そう、ゴムゴムのクロスや今、うん、ここはディフェンスの対応。ゴム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 のパス、このマッチアップどうなる、ゴムゴムのシュート。そういうことです。ゲームやめちまえよって。確かにゲームで出かけするぐらいのやめた方がいい。使えます。こっちからすると別になんか溜めてる感じとかしないけど、やってる人からするとちょっと遅い。あ、そう、遅い、だいぶ遅い。グッと溜める感じがあります。センス解明やったな、うん、ゴムゴムのはもうセンスがないっていうことにしといてあげるよじゃ。うん、でもまあ分かりやすかったよ。カメハメハーも、うん、なるほど、カメハメハーか、カメしかもカメカメになってからね。カメカメハーやから。クロートマツケン。それマツケンがクロートみたいになるからやめて。ちょっと仕事のできるマツケンみたいな感じ。そう、クロートマツケン。グッてやってドンか、グッてやってドン。ああ、もうそれがいっちゃん分かるな。グッてやってドンかボンか。そうそうそう。どっちかです。チームも結構さ、擬音使うから、うん。そうだね。さあ。なんかすげえ変えてきたな相手。でトゥーリオでヘディング決めたいんだけど、そろそろ来た。あ、ラウンドオプション。本当に言うからね、実際そう、関西の方はね、だからそういうの多いよね、擬音使うってね。はい、危ないシーンでしたがクリアの対応。痛い。あ、やばい、カウンター食らう。あ、やばい、カウンター食らってる。はい、酒井です。さすがです。プレーのようにも取れましたが、笛はありません。モラタ、これを来た、フリーだ、ドーンってことや。守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。普通に打てばよかった。パスをするのか、スペースが空いた瞬間にさらにゴールを目指します、ね、ガーってドンつきまで行って、ガーって左行ってパーって。あー、めっちゃわかる。わかんねえだろ絶対。そんな道案内されたら。でもそう言っちゃう。あ、まあまあそうだね。あべ、ピーッと言ってパー。パーでクイック。もう右左も言わないんだ。言わない。さら裏へ届くか。オーケー。こういうシュートってことですね。めっちゃ悔しがってるけど。いや、決めたかったですよね。まあ決定機は作れているので、そのままトライしていきたいですよね。本当。
リューリンが。おお。いった。今のヘディングやっば。あの見せろや。見せろ。あ、それは無理よ、田中マルクストゥーリオが。あ、やべ。ちょっと待って、気持ちよく終わらせ。アップの。裏のスペースを狙う。ここからですね。うん、空いてますからね。縦行きたいところですよね。ダイビングヘッドかい。ダイビングヘッドかい。三対零。なんでなの？普通に打てばいいじゃん。あ、トゥーリオ22番です。マンオブザマッチに選ばれました。22番。なぜ頭今の？さあ北澤さん。今日のゲーム振り返って何かございますか。浦和としてはシュート17本打ってるね。自分たちの持ち味を最大限に発揮。引き足頭じゃないだろ、モハメドサラーは。利き頭。結構にあのね、サッカーやってる人はね、よく言うんだよ、利き足頭って。え、どういうこと？ヘディングが上手い人のこと。ああ。おお。利き足アフロやめて。アフロではないからテンパーなだけだから彼は。誰が？え、モハメドサラ。いた？テンパの人。テンパの人いるのよ。モハメ、あ、もう調べてみ、モハメドサラ。めっちゃ好きだと思うよ、見た目。何？うん、も漏れなくあのハゲとあの剛毛が好きだから。うん、見た目はね、モハメドサラ。ほらもう。あ、でも思ったよりだな。もっと。うん。ボアってしてるかと思った。あ、じゃあ。ガイモンみたいなの想像してた。ガイモンみたいの見たいんだったら、うん、フェライニって調べてみ。フェライニ、うん、フェライニ、フェライニ、うん、あ満足いったおお、すげえ満足いったようですよかったよかった。あ、チュドハリーね。ん、チュドハリー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 、リリリリ、そうだ、リ、うん、チュドハリー、チュドハリー、チュドハリー、いっちゃん強いです今、今チュドハリーランキング1位です、皆さん、めっちゃ好き、まんまるじゃん、サッカーボールでかいけど、おもろ、めっちゃいい、めっめっちゃ歌歌いそう。めっちゃいい歌歌いそう。めっちゃいい。あ、なるほど。ね、マルセロ。マルセロ。はい。マルセロ。太陽。太陽、そう、マルセロ太陽です。アフロでもみんななんか毛質が違うからね。チンチクリンだね。あとバルデラマね。わあ、今週でもすごいいい。うん。いいチリチリ具合。うん、太陽。うん。あとバルデラマ、バルデラマ、これいっちゃやばいかもしれない。え、チキンラーメン。チキン、チキン、そうね、ジジイがね、昔ね、剛毛キャリアがやってたね。めっちゃ笑ってるわ。バルデラマでめっちゃ笑ってる今。ヴァンフォーレ甲府の三平。この時間は浦和レッズ対アヤックス。こちらをご覧いただきます。あとは三平っていう選手がいます。そう、ヴァンフォーレ甲府。甲府って調べた方がいいな。三平と中澤、あ、そうだ、中澤裕二もいいね。両陣営、大条件の中、今日のゲームを迎えています。このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。実験失敗って感じな。あべ、はい、超アメリカイエローもらっちゃった。あとは中澤裕二かな。まずファーストハーフ見ていきましょう。中澤裕二、これ日本代表の選手です。元このトッププレイヤーたちを揃える両チーム、ワールドクラスのプレーを楽しみましょう。あ、今はかな、昔選手の時、いいゲームに期待したいですよね。先ほどのファールはイエローカードが出ています。今はもうなんかおしゃれなの。
いいね、いいでしょ。ちなみに、ちなみに中澤佑二はもうヘディングがすごい上手いんですよ。だからもう利き足は頭って人なんだけど、この頭でこの頭でもうヘディングしてんの。すごい、やっぱりこのアプロとかってやるんやろ。いや、ただあんまないと思うけど、その面積を増やすっていうね。そう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 、クッション性があって頭が痛くならない、うん、まあそれもあるかもしれないけど、ね、だからもうそれこそ日本代表ではみんなにはもうボンバーヘッドって言われてた。そう、ボンバーヘッドですよ。ジョアン・カンセロ、ボンバー中澤です。ボンバーとかずるいな。メッシからカンセロ、囲む人数をかけます。ああ、いい展開ですね。結構いるよ、ボンバーヘッド。ここは繋がりません。あ、なんだ、切り替えも早いですよ。対応します。やりづれな。デクランライス、ナイス。メドメド、スルーパスデイソン・セイさんは知ってると思う。流れを止めます。あれ、ツルツル。そう、この人はハゲ。あ、でもかっこいいとね、ハゲでもね、かっこいいとね、面白いハゲがいいんだ。そうなん。ちょっとなんかそこら辺判断基準があるようです、皆さん。かっこいい人のハゲは普通にかっこいいから。カウンターを仕掛けます。俺は笛はありません。やっぱ道行くバーコードのおじさん。やめて。チャンス。デクランダイス、ロッベン、ペドリからハーランド、ベ、ハーランドから右へ、ムバッペ。お、いい形ですよ。うーん、ディフェンス、それを読んでいた。あ、でもかっこいい。さあ、ここでカウンター、スルッ、さあ、サラ自分で行く。ちょっと可愛いんだよなってますけど、両チームとも、ロッペン可愛い。ちょっと前がかりになってもいいんじゃないですかね。サカイからファーへ。いやー、きっちやりづれえな、この人うまいな、一個一個丁寧だ。いって、アルシンド、アルシンドいいね。アルシンドはもう来てるからね、本当に。おっと、これはミスになる。コースパスよ。コース入った。来てるね。やっぱ外人さんとちょっとやっぱり面白さ。あ、でもこれ。メッシ。死んだ。死にました。面白ししてますよ、後ろで。右サイド上がっていきます。笑っちゃいけないんだけど。チュアメニ、クロスを選択。それずるいでしょ。いや、でも正直言って、その方ね、日本にいたんですよ、鹿島アントラーズにいたんですけど、植毛の CM 出てますから、うん、いいね、そうやってプラスに変えるの。そうそうそう、植毛の CM 出てます。アルシンドになっちゃうよって言ってるから。やめなよ、自虐。いや、本当に言ってんの。うわ、うまっ。うん、デンドン、デンドンって誰だ。下こんなにいっぱい球ある。ここ相手のマークをうまく外して落ち着いて決めました。デンドンって誰だ。デンドンってご覧になりますか。いや、さすがの決定力。植毛前のルーニー。あ、そうか、今、そうか、植毛する前は普通にふさふさだった。デンドンとかカーリーのなんか出てきて、なんだろう、か、アヤックス先制ゴールが決まりました。1対0。先制点が奪えるとチームとしてもやっぱり余裕が出ますよね。はい、いや、今のは無理や。さらに追加点にもつなげていきたいですよね。そうですね、ここはつながりません。ドンデン、ドンデン、ここはファール。中日の和田急に野球になったな。トンデン、どんでんじゃん。メッシー、なんかあんま出てこない。あんま出てこなかった。あら、メッシに渡る。いや、マジでやってる。サイドを使います。やばい、カーソルがね。メッシー、ナイス。積極的な守備を見せます。あ、これファー、通らないですか、レフリー。いや、通らん。ちょっと待って、ウバッペ、うまいこと言ってないぞ。落ち着け、縦入れる。いいパス。サラーへ。
デイビス、いいクロス、無理か、ネドベド、守備陣クリアの、いやクロス背高いのいないからな、クロス上げてもって感じやな。結果前半1対0。お前で面白いのだとやっぱり競馬じゃない。競馬もそうだね。浦和としては投手のバランスを取りながら試合を進めてたんですけど、面白い馬とかで一瞬の隙を突かれましたね。ただまだ1点差ですから、それほど慌てることはないと思います、ね、トレンディーエンジェルは面白い。浦和レッズ対アヤックス、あ、スモモモモモモとかで、引き続き試合をお楽しみください。できた、できた。馬の名前でな、スモモモモモってな、もうが何個かあってもいいんだろうね。面白い馬の名前。逃げ馬のおまわりさんっていう、何それ、そんなのいるの。おまわりさんっていう馬がいて、逃げ馬って言って最初から馬バーってかっ飛ばして他の馬から逃げる攻め方をするんだよ、走り方をするんだけど、でもおまわりさんっていう追いかける側の名前をつけてるっていう。浦和レッズカウンターを仕掛けていきます。浦和が後半に入る前にハーフタイムでメンバーを変えたようですね。そうですね、ハーフタイムの交代は回数に含まれないですからね。早めにカードを切ってきましたよね。監督を踏まえてこの後半どういう戦い方をするのか。いやだいやだ、かわいい。ネドベドスペースに出す。同じ何者。アーランドから右サイド、あーミスった、硬いディフェンス。メッシ、浦和としてはなかなかいい形が作れませんよね。裏を狙っていきます。やべえ、もうこれいいでしょ。前のボール、オーケー、オーケー。ここはディフェンスの対応。さあカウンタースピードを上げたい、いいよ。酒井からコマン、うーん、おお、なんだそれ、ギリギリのクリアって感じですね。びっくりしたな、もうとか思いたくない。これがこのゲーム初めてのコーナーキックになります。浦和レッズ、割とまあそこはね、その馬主さんがつけるからな。まあでも足が速くてびっくりしたな、もうって言われたいでもあるかもな。でも面白いよね、競馬の実況の人がさ、なんか最終コーナーびっくりしたらもう逃げるみたいなのが言うんでしょ。先頭はびっくりしたらもうめっちゃおもろくない。おもろいね、おもろい、おもろい。まあね、そうだね、うん、ヒヒーンって名前もいるんだ。うまじゃん。それはもう完全にもう考えるのめんどくさくなって。めんどくさくなって。おぎやはぎの番組で金玉なんとかっていう馬が笑っちゃった。いやいや別に笑っても。サバの密葬に、金玉なんとかっていう馬にびっくりしたな、もうだ。なんで決めれへんの、そんな。今の攻撃良かったですよね。形は作れているので、これを続けてなんとかゴールをこじ開けたいところですよね。はい、あ、志村健さんの所有馬 で、ね、大丈夫だ。それはすごいね。オーケー。豚の滑空。豚の滑空にとサバの密葬にがいるんだ。同じ厩舎に。へえ、かわいい。同じとこで育てられるんだ。一発になりますよね。美味しそうな。やべ、明日は豚の角煮作ろう。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。そうですね、そう、ちょっとなんかイタリア風にするな。これは選手も狙い通りでしょうね。やめて。OK。 浦和ここで追いつきました。いいよ、いいね、はい、お互い選手のレベルが高いので、ここから次の点に向けてどんな変化をつけてくるのか。よいしょ、これがインパクトシュートです。あ、カメラ今日映ってねえわ。アジのヒッラーキもいてほしいね。そうだね、
あとなんかないかな。なんか小持ちしちゃうもん。いいですか。小持ちしちゃうもん。かわいい。馬を所有したらもうつけるしかない。小持ちしちゃうもん。馬持ったら、うん、決まってるの。決まってるレオン、右サイド上がる。レアオン、ほんと推進力エグ。プリプリ大馬さんとかにしたい。それ、実況の人読むのちょっと楽しみだな。プリプリ大馬さん、1。先頭はプリプリ大馬さん。逃げる、プリプリ大馬さん。ここは繋がりません。スペースを狙った。5番からレオン。何しゃねん。スルーパスを狙う。何しゃねん。小持ちしちゃうもん。来年のウィニングポストそれでいこう。あ、そうだよ。だから馬を育てるゲームとかあるからさ、それでできるよ。小持ちしちゃうもんとか。何馬を育てるゲーム？まあウィニングポストっていうゲームがあるんだけど、馬をまあこうなんか、なんだきその馬を育てるまあ厩舎って言ってまあ牧場じゃないけど、うん、その競馬ので競走馬を育てるゲームがあるんだけど、そこで小持ちしちゃうもとか自分の好きな、馬が参加やらせる。あ、違う違う違う、何その、あ、ウィーニングポストだから。そうそうそう、あ、違う違う違う、馬ニングポスト。そう、そうで、しかも実況もそれつけても喋ってくれるから。すごい。そう、その音声をまず文字入力するじゃん。で発音とかを設定してみたいな。でも割とね、違和感ないの。すごい。そう、しっかりとその実況の声で。え、ちょっと待って。うわ、最悪や。やらかした。いや、同点。痛い。飛び膝蹴り食らわせてたけど。思い切ったシュート、気持ちのいい一発でしたね。ちょっとあれはセーブできないですよね。頼むわ。いや、そこじゃないです。やめてほしいんです。今日2点目です。え、なんで？今日はよく粘ります。サポーターも嬉しい展開。ナス。ここまで来るともう技術的な差なんてありませんよね。はい、チーム全員がどれだけ勝ちたいと思っているか、その部分が非常に大きいですね。オフか。オフサイドです。残り時間少ないですからね。ちょっとしか出てねえじゃん。カツオのたった秋。トリスハイボール。それいいな。来た。うわ。え、だ誰そんなボールキーパー。厳しくチェックします。裏へのスルーパス。いや、マジかよ。まあクリアが精一杯ですよね。ナイス。さあ、レオン。レオン。レオン。チョリスハイボール。チョリス。難しいボールでしたけどもね。いや、よく止めましたよね。何をされてる？え、ちょっとバカ。最悪やん。カウンター食らうやん。タイムに入りました。アディショナルタイム5分あるようです。思ったよりありましたね。ああ、最悪や。ここで試合終了。とりあえずビール。2対2。お互いに譲らず、フォローで決着です。いいな。ハライチみたいになってきた。何々のなーにみたいになってきたけど。オッケー。とりあえず生で。とりあえず生で。いいね。上司と乾杯。なんで定期的にこれ大喜利になるの。ここは楽しいじゃん、ね、上司と乾杯。いいね、それいい。なんかないですか。なんかないですかって振らないでもらえないですか。MC みたいなやめて。ないですか。当て逃げ、当て逃げのフジモンやめろ。今ニュースになってるやつ。早く帰りたい。いいな、それ。いやー、どうしよう。あと2勝すればいいんだよね。2勝すればディビさん。なんかうまいこと。
トゥーリオ、あ、でもまあトゥーリオ、まあ、トゥーリオはいいんだよ、全然。会社燃えろ、会社燃えろ、やめろ終電間に合わない、よし、行こう。なんかないですか、なんかないですか、やめてもらえます、今真剣にやってます、私。いや、みんなやってくれてるから、はい、なんかないですか。今考えてます、必死に考えてる、やりながら考えてるんです。長い長い、はい、外れの合コン。この時間はふざけ始めでしたね。AC ミラン、こちらの一戦をお届けいたします。あべ、このゲームは埼玉スタジアム2002で行われます。6万4000の収容人数を誇る日本を代表するスタジアムで、これまで数多くの国際試合が開催されています。 OK、 健康の確認です。現地の天気は晴れていますね。両陣営好条件の中、今日のゲームを迎えます。来たやろ、抜けた勝負のシーン来た。いやー、遠かった案外。メッシ、お、これいいですよ。マジか、体を張ります。打っちゃよかった、普通に。今日のゲーム、やば、早い。はやはりこの人になってくるでしょう。リオネルメッシです。リオネルメッシです。だけで何かやってくれそうな存在というか、オーラがありますよね。パス、ドリブル、シュート、フォルムが絶品で、レバー震えない。パチンコ？パチンコそれ？違います、それ。登録増えない、やめて。同説が少ない、もやめて。うまくない。うまくありません。そうですね。さあこのゲームではどんなファンタスティックなプレーを見せた。でも地味に今日とかは普通になんか最近なんか配信たまにするんで結構見に来てくれてるんだよな、ありがたいです。本当にカフーチェックを受けますが、どうしません。大喜利、大喜利大会ですかね。この配信はね、配信してる人を無視して大喜利をするところです。面白いけど何でもいいから再生回らない、もやめて。やめて、うん、取れるんちゃうの、早っ。誰あれ、うまいですね。スルパス、タカからチクウエゼ、何なんて名前、今タカク、アワヤというシーンでしたが、カカから、カカから、カ、チカク、チカクウゼ、チカクウゼみたいなやつだな、ね、初めて聞いた。マルディーニからレオン、このマッチアップ、どう、いや、うまいな。口かくうぜ、口かくうぜ。両チームともスコアレスな展開です。マケレレからメッシ、スペースに出す、いいよ、サカ、おサカ、チームに推進力を与えるサイドバックです。チク、チクエメか、すげえ名前だな。チクエメか、チクエメか、チクエメか、すごい。デイビス、何してんだ。ドリブルで仕掛ける、抜きましたよ、抜けてくる、ナイス、ボール奪いに行きます。あ、やった、最悪、危な、ちょっとクリア。ここはディフェンスの対応、デジハテが待てない。ありがたい話、ありがたい話。チクエゼだ、チクエゼ、かわいい。ここでマッチアップ、これか、止めた。サラ、これは合いません。ディビーチいけない、いや本当にそう、それはそう。これは積極的なチェック、ボールがこのパス、結構チクメゼって顔してる。さあベリンガム、なんだ、チクメゼって顔してる。おー、チクエゼって顔してるな、うんうん、頭に毛ガニが乗ってるみたい。前半30分、頭に毛ガニ、頭に毛ガニ。最初のリズム、なん、どういう感じだったか忘れちゃった今。最初な、何からこれ始まったのってか。あ、そうだ、サバの味噌煮とかかな。そうだそうだ。負けれれ、メッシに渡る、カフー、ここは読んでいました。サバの味噌煮と豚の角煮から始まった。ここは競り勝ちます。さあベリンガム、いやー来た。
インパクトクロス。サイドへのボール。危ない。今ボールがどこにあるか全く分かんなかった。今就職決まらない、頑張ろう爆地頑張ろう、それはそれは頑張るしかね。でも若いから言うて大丈夫、いろんなことできるから。落ち着いてよく決めましたよね。何でもできる。一瞬のプレーなので枠を外したりもするんですけどね。アントニオ猪木が元気があれば何でもできるって言ってたけど、元気がねえない人もいますから。でも若さはもう何でもできるよ。あの大宮の駅前ほど治安悪いやつじゃなければ何でもなる。でもあいつらも若いから。うん、何でものベクトルがちょっと良くない。マジでびっくりしたもんね、あれね。普通にさ、ベンチの上で自動して髪とか捨てる。うん、捨てた駅前で。絶対にあかんところで。しかも多分中学生とかやな。うん、すっげえおっさない顔してたの。マジびっくりした。世も末だなと思った。割とそういう時期なんだろうな。うん、仕事なのに寝れない。明日仕事なの、日曜。それはつらい。未成年喫煙。いや、びっくりした本当に。あれは3人ぐらいしてたね。全体6人とか7人ぐらいいて、福留園え、大宮のな、なんか、なんだっけ、なんかの前で、なんかの駅前やね。いや、それを止めろ。いやー、避けれ、せ、な、かわせない。あ、はい、OK。クロスを上げる。危なかったね。うん、あっちの人、ね、必死だったから今。あ、なんや。クリア。絶好の位置。シュート。オッケー。再生回らないが好きすぎて思い出しがない中。さあ、さらに点差が開いています。再生回らない、俺的には登録者増えないがすごいしんどい、ね。うん、でも増えてんねんで一応私。そう、ちょっとなんか最近ありがたいこと、なんでかは知らんけど。でもね、なんかさっきその見てたの、自分の上げた動画をね、見せて、あのチルとやってたね、もう今ちょっとなんか全然更新してないんだけど、あの何もサッカーを知らない、1ミリも知らないシリーズがね、200再生とかされてるんだよね、パート1がね。そう、260。そう、あれ、ああいうことなんだよね。ああいうのが必要なのか、インパクト。そう、あれめっちゃおもろいもんだって、見てて。おもろい。あ、待って待って、やばい。ちょっと読んでも真面目にやってる。そう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 。動画バズりたい。いや、ほんまやな。ほんまそうや。おっと、これはカウンターいきますね。それはバズりたい。でもバズ、まあバズ、まあバズるのがいっちゃん大事。なんで頭やねんって。なんで頭なの。今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですよね。普通に決定よ。本当に。こんなチームが相手の時は、うん、それは違います。ルールわからない。ルールわからない。今のは違います。分かってます。ちょっと違う、うん、全然違います。500人行かない。行きたい。まだ行ってないね。458 48。ここでマッチアップ。やばい。シュート。ディーダのセーブ。さあこぼれた。458。コーナーキックになります。よし。
あこの試合はもう勝ったな、うん、そんなの分かんない。この試合はもう勝ったと思う。もうなんかここから負けるビジョンが見つからない。自分の中でもう勝ったと思う。いや何クソってなると思う多分。これもああ相手の人が見てたらとか気にしてたら俺もう多分配信しないよ、ね、うん、全然見ててもいい。全然見てて。ここからカウンター早いでしょ。はいはい、負けれれ負けれれ。次は誰？あ、佐賀弘樹。はい、もらった。はい。これはちょっときついパスになりました。何をしてる？何をしてるの？右足おもちゃじゃん。裏を狙っていきます。はいはい。はい。あ、しゃあ、抜かせません。やべ、朝勝利。さあ、左へ預けて。さあ、よいしょー、坂井宏樹。ごぼうの金ピーラ。かわいい。ごぼうのが先に来るんやな。金ピーラ、ごぼうの。ちょっと嫌だな。ちょっとなんか言いづらいな。やべ、やらかした。やべ、やらかしてる。やめてー。シェフチェンコ。アンドリーシェフチェンコ。読みの良さと思い切りですよね。素晴らしいですよね。よっしゃ、眠くなってきた。コーナーキック2本目。うん、おっとどんどん。何それ、何それ。何かを訴えかけてるよ、観客に向かって。和食しか勝たんもか。え、それいいの？和食しか勝たん。馬の名前？かわいい。いい子。なんとかしか勝たんっていうのがかわいい。まずね。パスで繋いで攻め込んでいきます。エンクンク。さあ、左サイドへ。止めて。やめてよ。あぶ、あぶな。バレッラ。これはいいディフェンス。オッケー、ナイス。いいよ。いいよ。いいよ。さあカウンタースピードを上げたい。いや最後のラスト、バンス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 。さあカウンターを仕掛けます。え、なんでそれ取れへんの。ガン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 。ここは繋がりません。カフービエラ、トン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 繋がられてって。シャビアロンソカウンターですよ。サラーへ抜けてくる。スペースへ来た。ありがとうございます。ありがとうございます。タバコしか勝たん。コアクシ吸ってんの。チゲとユッケじゃん。それいいね、チゲとユッケじゃん。はい、ギブアップです。ありがとうございます。OK、 あと一勝、あと一勝、あと一勝、あと一勝すればもうディビ3ですね。10月の26日まで一回も吸ったことない。じゃあタバコしか勝たんは俺が言うセリフやな。タバコしか勝たん、タバコしか勝たん。いやちょっとちょっとネドベド、ネドベドの動画はマジ動画だよ。もう動画です。あ、引いたとこ。そう、びっくりしたわ。びっくりしたおって言っちゃったもんね今ね。びっくりしすぎ、うん、びっくりしたおって言っちゃったもん。立ち上がった、ほんとびっくりしたよね。いや、ほんとすごかったもん。黄色とミレーだったけど、でもそう、ネドベドがね、そう違ったから、あ、違う人出ちゃったなと思って。白い、そうだね、カードだったから。確かに赤い服だったよね。そうだね、そうだね。だから、あ、違う人来たなって思ったけど、まさかの、うん、びっくりしたね。もう金髪だった時点でうわっってなったもん俺。マジでびっくりした。OK。 びっくりしたお出ると思わなかっためよ。
メオハムボナびっくりしたおびっくりしたおびっくりしたお出ると思わなかったメオ死ねばいい若干古いメオこの時間は浦和レッズ対日本あーもろ、あ、やってまたこちらの一戦をお楽しみいただきますそうなんで喋ってられないよいや、本当だよこのゲームは埼玉スタジアム2002で行われますはい、来たピッチとスタンドの距離が近くアウェーを戦う対戦相手どうだこれオーケーオーケーえマジここはディフェンスの対応あ、やばいこの人上手い人や、絶対ほら、ほら、ほら、はい、酒井宏樹大きく前線に入れますキム・ミンジェこのボールをカットしますさあ北澤さんこの試合で気になる選手がいたら教えてくださいバレラですよね OK 中盤での粘り強い守備というのが特徴なんですけどそれだけうわうまパスを散らすこともできますし自分でフィニッシュまで持っていけるシュート技術もあるんですよね現代サッカーでは中盤の選手の集中力増えてますけど登録解除ですやばいやばいやばいそんなこと言わないでめよおゆあやばい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 アップのデイビスオッケー突き上がってきますよインターセプトなんでここは競り勝ちますオッケーここからカウンター早いオッケーいいよさあデイビスクロス何そのクロスはこれはちょっとコントロールできませんでした厳しいなうまいなこの人うまいぞすごい厳しいハキミさあこの序盤両チームともいい感じにチャンスを作っていますまだ始まったばかりですけども両チームとも悪くない印象ですよねやめろトン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 繋いできやがってボケ前線が長いボール腹立つえ何しろこれは合いません裏を狙ってそれは無理ここは繋がりませんここはボールを下げるシュワメリ止めるオッケーさあここから持っていくレクランダイこのボールに触りますオッケーメッシーからのスルーパスカットされますえ何ここは繋がりませんさあカウンタースピードを上げたいところ抜けてくる攻めの姿勢ですボックス内上げるどんなルンバ頼むわオッケーおっとうーんイエーオーノーイエーノーイエーイノーウェイノーウェイこれは奪い返しますシャビからムバッペさあメッシオッケーベリンガムメッシいいでしょポジション切り替えさあ繋がるかスルーパいやー惜しいねサラいい守備ですどうするきつスピードアップしたいですよ裏へ届くかなかなか繋がらないですよね。オッケー。合いません。裏へのスルーパス。サラーからメッシー。いやーきちいか。楽して稼ぎたい。ずっと寝ていたい。いい反応でしたよね。できれば働きたくない。なんとか今のシーン。ゴミじゃねえかもう。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ここは繋がりません。これはチャンスだ。サラーへ。うま、天才。紐になりたい。やめろ、なんか急にクズ集まりだしたぞ。昇格を自らのゴールで引き寄せます。止める。オッケー。ね、いや、まあ、それが人間です。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったです。止める。ゴールへ向かっていく。大丈夫。チームで統一されてますよね。
いいよネトビエド、ネトビエド試合で貴重な先制ゴールが決まりました。これは大きな1点になりましたよね。はい、昇格に向けて大きな意味を持つゴールになりましたよね。狙えるか、メッシシュート、大丈夫、ここで勝つ、まだあるよ、勝てない、メッシうー、ここもしっかりディフェンスしました。来た、これはオッケー、ここはすぐ奪い返します。ふわっとしたボール、デクランライス、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。うまい、それはそれはうまい、うまい、それはうまい、あぶねえ、何食べてんの急にポップコーン食べ始めた、養われたい、お金振ってこい、ネトストを振り切りたい、ネトストにマジ大丈夫マジか、えマジかよ、なんだよそれ、決められてから北澤さん、またすぐでしたね。いやすごいな、動きのある展開になりましたよね。さすがに無理か、また分からなくなりましたね、元カノ怖いなるほどね、日本同点に持ち込みました。ポップコーン食べてるけど今話全くポップな話じゃないんだけど大丈夫、気持ちの切り替えが素晴らしかったですよね、はい、このままもう1点取りに行きたいですよね。大丈夫、ポップコーン食べる、毎回します、ちょっとま、ねえ何をされてますかもう急になんかそういうこと、急にポップコーンえマジなんだ今の、絶対今イーフトの悪いところ、ま、もうイーフトの悪いところなんじゃん、試合の流れって恐ろしいですよね、このまま何だよこんな、若干しけてるけどな、うん、うまいけどね、漏れなく歯に詰まる試合のことだけを考えて戦ってほしいですよね。そうですね、オッケー、あぶね、このゲーム振り出しに戻します、昇格を引き寄せる同点ゴール、中盤で奪ってからのカウンター決めてきましたね、高い位置からの守備が良かったですよね、やっぱりあの位置でいっと、これファールカードをもらうかもしれません、これは鍵やか効果ない、インスタの鍵突破されてやばい何どういうこと、ああファインセーブでフリーキックを、それ突破されるってどういうこと、いい反応を見せましたよねキーパー、キックも悪くなかったと思いますけども、ここはキーパーの方が一枚上手でしたね、うん、これは奪い返します、ここは通しません、浦和がメンバーチェンジを行っているようです、そうですね、ハーフシュート、マジでやった、ゴールレッツそこにはレバンドフースキーこれでゲームをひっくり返した、昇格が見えてくるか、いや待って待って、もうそねえもうほん、あーイライラするこれマジで、うんなんイライラするとポップコーン食べさせられる何今の、立て続けにわけわかんねえ、立て続けにわけわからない、いいよじゃねえんだ、お褒めの言葉何、いやパスからのシュートの流れが素晴らしかったですよね、やっぱりゴール前はこういう一瞬の判断が勝負を分けますし、ゴールに向かう姿勢が決定的なプレーにつながってきますよね、ディフェンダーとしてはちょっと対応の難しいゴール、間違えたやばい、カウンタークラム、ムバッペ今日3点目、さあ日本再び追いついています、いやこれよく取り返しましたよね、はい、取り返したけどメンタルの強さもありますし、大きな1点になりますよね、そうですね、いや出せないの、抜かせません、
デクランライスからビージャー、シャビ、さあカウンター、この時間に1点が欲しい。パスでつないで攻め込んでいきます。エースを狙った、さあ抜けた、インターセプト。日本としては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね。はい、止める。無理なリスクを背負ってても点を取りたいんですよね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは、うわ、何、早いですよね。早いですよね。また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね。はい、ジョアン・カンセロ、レバンドフスキ、さあカウンターを仕掛ける、パス、サーブを狙っていきましたがこれは通りませんでした。OK、旬のアクアパッツァーノアクアパッツァーノかわいい。すぐに追いつかれるだよ、本当に。キャラメルポップコーンまんまやないかい、まんまやないかい。うんうん、キャラメルもこううめえな、ただ何も飲んでない状態でキャラメルポップコーン結構地獄うん、パスパスになってきた。正確には勝たないといけないですからね、自分たちで主導権を握りたいですよね。さあフラッグは上がっていません。あーマジか、これは直接キーパーへ。メッシ上がっていく右サイド、さあカウンター、えこの時間に1点が欲しい。日本カウンターを仕掛けていきます。裏を狙う、ムバッペが受ける、これは合いません。あっダメだ、危ない。ここはクリア、落ち着いて対応します。チュアメニから左サイド、さあフリーだ。日本としてはチャンス作ったんですけどもね、流れは来てますから得点につなげたいですよね。 OK、 スルーパス、ニコロ・バレッラへ、柔らかいパスと呼んでいた。浦和としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね、この流れを続けたいですよね。さあどうだ、ベリンガムからハキミ、惜しいんだけどな。いい攻撃でしたよね、試合も終盤ですからね、これを続けてこのまま決定機につなげたいですよね。さあつながるか、めっちゃサイド使ってくる。ルディがこのボールをカットします。日本としてはいい攻撃でしたけどもね、まあまだ時間ありますからね。そこじゃない。スペースいいよ、いそこの、あラッキー、コストコのオービルポップコーン、あーはいはいはい、あるね。流れは来てますから得点につなげたいですよね。オービルポップコーン調べてみ、あー強いか、これは少し出し体の底じゃない。いや本当にそうなのよ。なんか見たことある。あーでもさっきもロスタイム間際でたあのどあの逆転してるから、いけっから、いけるいける。1時40分だったもん割とここ最近で超長めに配信しております。ありがとうございます。ね、ありがたいです、本当に。誰かしらが見てくれてるんだったらもう一生配信できる気がする。誰も見てねえのでやるってさ、結構さやっぱ見てる時もなんかやっぱ喋った方がいいみたいな、あ見てない時もさ喋んなきゃダメだみたいな言われるけどさ、結構しんどいからなそれってな。さあここでカウンター、コメントなしてくれる。そうそうそう、もうコメントなくてもやっぱ喋れる。はい、ありがとうございます。すごい、気づいたら夜中、
とはもモルダーケ、いやーすごい、絶対サイドクール、そこをクリアする、終われ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 、クソが、あとは守るだけ、ここで増えた、オッケー、北川さん今日のゲームどうでしたか、浦和としてはポップコーンがよかった、マックーリオが、マックーリオが、酒井さんは、ネドベドの髪の毛かっこいいですね、激闘の余韻にサポーターたちは浸っています、酒井さんいない、あ、なんかすげえ携帯とスマホで撮ってる、今日の解説は北沢、インスタに上げるみたいですね、北沢さんどうもありがとうございました、ありがとうございました、日体大コール、おおおお、浦和は強敵の松、朝霞さん、痛い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 、なんかダンス、ダンス、口の水分なくなる、ソースかける前のペヤング、オッケー、自家しましたね、バイキングクラップっていうんだ、へえ、そうなんだ、あの拍手の仕方、へえ、バイキングクラップ、かっこよ、こんな名前なのはい、ということでリビさん行きましたんで、今日はここまでにいただきたいと思います、いや、寝どべど、いや、寝どべどが寝どべどがいっちゃんびっくりして、まあ、田中マルクス・トゥーリオとね、トゥーリオと酒井選手はね、まあ、もうちゃんと引いてもらいましたけれども、まあ、でも、そんなもんよ、マジで、そんなもんじゃん、だってそのなんかさ、なんか普通のさ、スマホゲーもさ、めっちゃ課金して課金して、でも出ない人もいたりするよね、まあ、これはまあ出るだけまだ優しい、ぶっちゃけ、そうそう、でもね、それをなるべく早く、やっぱね、あんまり課金しない人とかはね、早く引きたいとかあったりするわけ、その中で、まあ、9090連だね、90連で引けた、でも問題はその後です、あなたが大事件を起こしたのは150分の1を最初の10連で引いてるから、150分の1なんだよ、そう、びっくりしたよ本当に、しかももうね、前もって30連だけねっていうので、30連しかしないっていう、その初っ端の10連目でやってた、素晴らしいです、ということで、皆さんご視聴ありがとうございました、お疲れでしったお疲れでしったはい、ということで、あ、そうだ、このおちしっしゃん、今このタイミングでこのこれを出す、配信の時に固定しとけあって、俺さ、コピペしといたんだよ、今度やるオフライン大会の情報、なんで今出すはい、まあ、あの概要欄にもあります、はい、見ていただければと思います、ということでお疲れ様でした、はい、チルも観客席にいます、はい、観戦できます、ということでお疲れ様でした、また次の配信でお会いしましょう、お疲れ様でした、おやすみなさい。